から女川町の震災がれきの受け入れ焼却が始まっております。新聞やテレビでも報道されていますが、石巻女川ブロックのがれきの処理というのは鹿島をはじめとする JV が全て請け負った、そういうふうに伝えられているわけです。宮城県を通じて全部請け負った瓦礫、
その瓦礫とは別個に一体どこからこの東京都に女川石巻女川ブロックの瓦礫が来ているのか、これは実は鹿島が請け負った瓦礫を横流ししてるんじゃないか、そういう話がこの間伝えられですね、さまざまな調査も行われてきています。そしてどうもこれはまやかしではなくて真実だ、そういう状況に今国民の税金を二重取りする行為、これは絶対に認められない。しかもこの東京とかで行われている瓦礫の焼却には都民の健康命を守るためには瓦礫焼却やめるべきだ、たとえ低線量でも放射性物質を含む瓦礫を焼却したら大気中に放射性物質が拡散してしまう、そしてこの瓦礫を空気やあるいは土壌に降り積もったさまざまな作物、そういうものから体に入って内部被曝を起こす危険がある、そういうことで多くの市民が反対の声を今上げているわけです。鹿島建設は請け負った宮城県、そこからの依頼だから市民の声は聞けないというふうに言ってるらしいですが、とんでもない話です。もし東京都で燃やされている瓦礫が本当にこの石巻女川ブロック鹿島建設にをはじめとする JV に処理を委託したものであったならば、まさに犯罪であります。企業と宮城県、国が一緒になって行っている犯罪なわけです。しかもお金の問題だけではなくて都民の健康、市民の健康を害するとんでもない行為になるわけです。日野市の清掃工場、今9月中は焼却が止まっています。オーバーホールだ言っています。そして日野市ばかりではなくて23区内では6、7月に水銀やアスベストが検出をされるという事態も起こっています。日野でのオーバーホール、このことも関係があるんではないかということを私たちは考えているわけですけれども、何としても一刻も早く焼却を止めたい、オーバーホールが終わって火入れをしているというふうに聞いていますが、何としてもこの瓦礫の焼却を止めたいということで、今後とも私たちは反対の行動を続けていきます。鹿島建設も市民の声を聞いて瓦礫焼却に対する考え方を改めていただきたい、そして二重取りした市民の税金を返還してほしい、そのことも強く求めていきたいというふうに思います。以上です。世田谷区から来ました。私の住んでいる世田谷区でもこの6月から田川から運び込まれた瓦礫の焼却が始まっています。清掃工場の前に行って立っていると中の職員が、出てこられまして、いろいろ説明してくれましたけども皆目わけが分かりません。放射能汚染の心配はないのか聞くと、キログラムあたりシーベルトで測って大丈夫です。なんじゃそれは、キログラムあたりめくれるではないのか。で、もともとキログラム100ベクレルが基準じゃないですかって言ったら8000でやってます。こんないい加減なですねやり方をしている、世田谷練馬の焼却炉の周りでもアスベスト水銀検出されています。私は、7月の中旬に仙台、名取地区というところでもうちょっと行ってきました。仮設住宅でお芝居をやらせてもらってきました。仮設で暮らしている方もう足掛け2年になります。プレハブの住宅が並んでいる、つい1年半前津波で3人の身内を亡くしたんだ、そんな方、高齢の方、1年半にボスでなっています。しかしじゃあ仮設住宅の期限が2年と言われていて
あと半年経ってきちんとした生活を取り戻すことができるのか、そんな目処は全く立っていない。仮設住宅の自治会で話し合って期限を3年に延ばしてもらう、そういうふうな話をしておられました。現地ではまだそんなふうにな生活を余儀なくされている方々がいっぱいいます。そんな中で復興予算から瓦礫処理だ、東京都に下ろして二重取りだ、こんなことを事実であれば絶対に許されません。鹿島建設がきちっとした社会的な責任を果たす企業であれば、まず事情を説明すべきである。求められれば後ろめたいところはありません。説明すべきである。私たちは今日事前に申し入れをして会って話を聞きたいというふうに来ているわけです。市民が支払った税金を使って、一方で仮設住宅でつらい生活を余儀なくされている方々がいる中で、巨額の税金を使って瓦礫の処理を請け負っている。これはやはり鹿島建設として説明をする責任があると思います。でなければ火事場泥棒であるとか焼け太りであるとか言われても仕方がないではないですか。私たち税金を払っている者に対してきちんと説明することをお願いしたい。よろしくお願いします。会って話を聞かせていただきたい。あると思うんですよ。それはやっぱりあまりね、そのやっぱり教訓を開いてきちんと対応してこういうことがない形でもですね、北区から来ました。切るという形を、北区の清掃工場では8月の13日の週、そして8月の20日の週、2週間にわたって実際の汚染瓦礫が清掃工場で漂着をされていました。それはありますけれども、まあ、その指紋としても仕方ない。東京都と小田川条件地、そして、まあ、鹿島しかしできるかどうかも分かりません。ここでお答え、この震災瓦礫の広域処理、瓦礫の総量が減っているにもかかわらず、まあ、あの今言ってたその変更すらしない、まあ、命と広域瓦礫処理すら意味がないというふうに言われている現在あっても、市民の声をまずその現場に行って市民の声を聞くという、まあ、水俣病でも一番の教訓だったんですよ。でそこをやっぱり震災瓦礫は放射能、そして他の汚染の、そこは新たな時代に向けてるで、この汚染した状況なんで物質に、まあ、汚されたゴミになっています。のそれを全国に拡散していくということが今日本で行っていることです。鹿島建設はこの契約を受注している企業であります。受注した企業に責任がない、行政の方に行ってくれ、それはやはり筋が違うというふうに思います。私たちの要請をきちんと受け取っていただいて、書類を受け取った住人をその書類に押して、かつ私たち門前でこういうふうに今お話をしているわけですが、きちんと会議室なり場所を取って私たちの要請を聞いてほしいと思います。事前にこちらの会社の担当の方にお話をして今日来ているわけですから、今日は半原発の全国の走行道でその一環でこちらにも来ています。環境省、経産省、そして、今回復興庁も含めて、要請行動をしているわけですが、ぜひ文書を受け取りきちんとした回答を寄せてほしいというふうに考えます。はい。今鹿島建設の総務の、稲田さんとちょっとやり取りをいたしまして、で全国 の、 その市民が、注目をしているということで、この、まあ、石巻ブロック
宮城県のですね、広域瓦礫に責任を持っている鹿島 JV の、ぜひそのオフィシャルな回答をしていただきたいと、いうことで、今の要請書を渡してですね、そこに収受印を押して、できれば受け取ったということで、対応してもらおうと思ったんですけれども、それはできないと、いうことの、拒否の回答があったということです。で、中にも入れないと、いうことです。で、私たちは、今日はこの人数ですけれども、これだけで終わるわけではないと、これからですね、命健康に関わるそういう燃やしてはいけないものを燃やし続けているその、一番の、元締めになっているのがこの鹿島、JV なわけで、首都圏ではですね、アスベストが3工場から出てるわけなんですね。女川の、瓦礫を通じて、でそれも相当な量になることが、これも明らかな、形で一般公民ではもう全くないというふうなアスベストの問題、有毒物質の問題、それから放射能の問題、これがですね、大きな問題になってくるのはこれからだと、だからこのままでは絶対に進まないんじゃないかということを、強く、申し入れたんですけれども、今回答は、自分その場ではできないということで、一応要請書は、持って検討させていただくということで、持って帰られました。で、私たちはこの、鹿島建設の、姿勢に対してですね、断固として抗議をしたいと、きちっとした市民の声を、聞くべきだと。で、これはですね、企業の社会的な責任から言っても、当然だし、かつての水俣病の教訓からしてもですね、企業が知らぬ存ぜぬを決め込むならば、どんなにひどい健康被害がですね、何年もわたって続くのかということが明らかなわけです。で、これを私たちは知ってるわけです。私たちの世代は、当然、鹿島の、方々も知ってるわけです。で、放射能の問題のその深刻さというものも、これはもう全く無視のできない、重大な健康被害を与える問題であるということも分かってるわけです。で、しかも、今そういうことが出始めていて、子どもたちが、甲状腺がんが見つかったわけなんですよね。そういう恐ろしい物質をですね、燃やしてはならないし、広域あちこちに移動してはならない、集中的に管理をしなければならない、こういう原則に、共にしている、この鹿島JV のやり方に対しては多くの市民のやはり反対がですね、これからますます大きくなっていくと、いうことを今、伝えてまいりました。ですけど、あと発言も。おはようございます。私今大阪から、参りました。で、実は大阪は、瓦礫につきましては岩手県の、瓦礫を受け入れるということで、大阪市が、橋本市長を、先頭に今積極的に受け入れるという動きをしております。で、一方ですね、東京の方ではすでに、瓦礫の焼却が始まっているわけですが、それに伴って、私が住んでいる大阪の、豊中でもですね、東京 の、 その焼却場の近くから、子どもさんを連れてですね、いわゆる、母子避難という形で被害を避けて、大阪の方へ、逃げてこられている方が増えてきています。すで、に、去年、3.11 があってから、東北はもちろんですけれども、この首都圏、関東一円から大阪、それから西日本、多くの方が、避難してきています。で、これはご承知のように、放射能の、影響ということを、下げてきています。で、これはただ心配をして、不安だから来てるっていうだけじゃないんですね。すでにお子さんが東京都内に住んでいる幼いお子さんが放射能の影響もほぼそれに、だろうと、因果関係については、現在のところ直接的に証明するというものはないんですけれども、しかし 3.11 以降、
例えば、喉の痛みであるだとか、あるいは鼻血が出るだとか、あるいは、黒い、下痢を、数日行うとか出てくるとかいうことがありました。で、監査へ避難すると、すぐにそれが 2,3 日で治るんですね。そういう事例が私の目の前にもたくさん来ています。豊中の場合はですね、市の方が行政が把握しているだけで、25世帯、50数人の方が避難してきています。これは、東北から来ている人です。そして関東一円から、来ている人も含めればですね、それの数倍は私たちの豊中市にも来ているだろう。で、実際私たちが避難者交流会を毎月持っていますけども、毎月新しい方が、来られます。で、その方々はやはりお子さんの体調の変化それなどについての非常に大きな具体的な変化を見て、これは放っておけないということで、旦那さんを東京に置いて母子避難という形で来ているわけです。そういう流れの中で、東京都がですね、瓦礫を受け入れ、そして、それを燃やす、焼却する。で、そうすることによって、その焼却場の1キロ、2キロ周辺に住んでいられる方の、子どもさん、あるいはご本人の体調にですね、明らかに、受け入れ以降、変化が出てきている。そういう中で、関西の方へ、逃げてきて来られる方が、たくさんおられます。で、私たちは、大阪市の場合はまだ受け入れて実際に試験焼却もしていませんけれども、この東京で起きているような事態がおそらく受け入れてしまえば起きるだろうということで、東京で、先行的に起きていることは、東京だけの問題ではなくって、私たち大阪のに住む者にとっても、非常に大きな、緊迫性のある問題として受け入れています。そこにですね、行政から委託されたといえ、民間がの企業が関わる以上、関わっただけの責任があるわけで、これは決して自然災害でないわけです。民間業者が関わることによって放射能あるいは他の有害物質が振りまかれるわけですから、そこに関する企業としての社会的な責任は当然出てくるわけです。そこに対してはっきりした自覚を持った対応していただきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。西東京から参りました。西東京では西東京市とそれから隣の東久留米市、清瀬市、この3つの市が中間処理施設として流星園というところでゴミ の中間処理、焼却をしております。ここでも女川町のがれきを受け入れるということで、市民は非常に反対してまいりましたけれども、これを流星議会が決定して9月10日からゴミの焼却を始めました。広域処理ということで、わざわざ女川のがれきを東京まで持ってくるということに非常に私ども疑問を感じております。地域復興のためと言われておりますけれども、輸送費そういうものを考えましたら近くで処理するのが一番ふさわしいというふうに思います。それからこのがれきが放射能で汚染されていると、ここが一番心配なわけです。またアスベストとかヒ素とか有害な重金属などが、混ざっているのではないか、それが非常に心配であります。その検査、測定体制、そういうものが非常に不十分なわけですね。 99.9% バグフィルターでこれは除去できますと言っておりますけど、 100% ではないわけです。 ですから総量でこれを考えれば非常に大きな問題ではなく大きな量になるのではというふうに考えております。そもそも、クリアランスレベルといわれる100ベクレル
ので、以下のものは、移動出したり出したりしていいということですけれども、環境庁はこれを8000ベクレルまでに、もうこの桁違いの、ベクレル数にして、外に出して処理していいということにしてしまったわけですね。で、この根拠が非常によくわからない、不安がある中で、やはり健康を、住民の市民の命と健康を守ってほしい、そういうふうに考えている国は一切、考慮していない、そういうふうに考えざるを得ません。で、そういう国の言いなりになって、ただただ復興のためと言いますか、お金が、下世話な話でしてしまえば儲かるって言いますか、そういう、ことで企業が単に利益だけで動いてしまっていいのか、ご自分たちがなさっていることが本当に東北の方たちの支援になるのか、そして私たちの健康の被害を及ぼさない、そういうことをしていると言えるのか、しっかり自分たちでも企業倫理というものも考えて、仕事をしていただきたいというふうに考えております。危ないものは引き受けない、そのぐらいのお考えでやっぱり大企業なり何なりしていただきたい、そういうふうに考えております。私たちは、この広域処理絶対反対でおります。環境省の方にも、交渉に行きますけれども、ただただ利益が上がるからということで仕事をしてほしくないと思います。以上です。先ほど総務の方にお渡ししました要請書、ちょっと骨子ちょっと長いんで簡単にちょっと読み上げて、この報道の、締めの方を受けていただきたいと思います。それでは皆さん、田島建設株式会社、代表取締役社長、中野村の中小、要請書、ストップ選択全行動実行委員会、被災地のがれきは放射能に汚染されており、その他の有毒物質も含んでいる可能性もあります。田島建設 JB が受注している被災地がれき処理事業について、私たち全国の団体個人の以下の項目を要請します。一つ、放射性物質のみならず有毒物質を移動、拡散、希釈、焼却してはいけないのは常識です。世界で確立された公害の基本原則です。水俣病の教訓を忘れたのでしょうか。一つ、福島原発事故前100ベクレルパークログラムを超える放射性廃棄物は低レベル放射性廃棄物としてドラム缶に入れて厳重管理されていました。資格がなければ扱っているものではありません。しかし国は震災瓦礫について放射性物質汚染対象、特別措置法22条により廃棄物処理法による放射性物質およりこれによって汚染されたものに含めないとすることで複数の廃棄物扱いを許しました。これには何の科学的根拠もありません。瓦礫に含まれている有毒物質は放射能だけではなくアスベスト、ダイオキシン、重金属、六角クロム、チド等もあります。それぞれの処理にはそれぞれに合った処理が必要であり、そのような物質が付着している可能性のある瓦礫を最終処分に出すことは大変有害な行為です。瓦礫に何が含まれているのか、徹底的な瓦礫の全量検査ができないなら直ちにこの事業から撤退すべきです。一つ、御社税務人の一員である佐藤工業株式会社が分別した小田川の瓦礫を焼却した東京都の3つの清掃工場にすでにアスベストが検出されています。小田川瓦礫は家庭ゴミと混ぜられて焼却されていますが、家庭から出るゴミに何百万本というアスベストが混入していることが考えられています。したがって津波で現れて海中でいろいろな廃棄物を接触した可能性のある小田川瓦礫由来と関連するのが自然ですが、アスベスト検出後御社 JV は十分な検査体制を、取っておられるのでしょうか。小田川瓦礫にもアスベストはもう含まれていないと断言できますか。一つ、さらに御社 JV が中間処理した使
信号待ちブロックの瓦礫が九州に搬送されて除去が始まりましたが、これにアスベスト、放射能等有毒物質は何も含まれていないと断言できますか。石巻で多くのアスベストが飛散していることはすでに知られている事実です。女川瓦礫からアスベストが検出された以上、本社も瓦礫にアスベストが含まれていたことを知らなかったと言える立場にはありません。北九州でアスベストが検出されたら、本社は刑事責任を負う立場になるのではないですか。一つ、東日本大震災由来の廃棄物は元来産業廃棄物として分類され、放射能をはじめ有毒物質を含むことから特殊な処理が必要なものですが、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する、特別措置法により一般廃棄物扱いとされ、また種子の法改正により瓦礫処理の経験も一般処理業の許可も産廃処理業の許可も持たないゼネコンの参入を可能にしました。専門知識も経験もないゼネコンは受注した瓦礫処理を法系孫受けで処理するほかありません。それを監督する能力もノウハウも持たないで、このような事業を受注したことは国民の健康と安全を犠牲にして利益追求を優先する社会的良心が全く欠けた行為というほかありません。一つ、本事業を続行するのであれば、本社は国民の安全を担保する必要があります。放射能をはじめ有毒物質の拡散によって国民に健康被害が出た場合、分別を請け負っている本社の責任は免れません。瓦礫処理の現場では粉塵が舞う中で、満足な装備もなく地元住民が働かされています。処理施設敷地内には有毒物質を取り扱いに同時もありません。働いている本社職員に有毒物質の専門的知識がなく、何が問題かも自覚がないので、本社職員はじめ現地雇用の人々に健康被害が出ることは必死です。十分な検査がされておらず、目視だけなので目に見えない有毒物質が付着している可能性のある瓦礫を安全と広域を含め最終処分に達していることになります。本社が中間処理した瓦礫の焼却から有毒物質が検出されたら、全て本社の責任ということになりますが、その責任を負う覚悟が果たして本社におありでしょうか。平地の少ない女川町では小学生が行き交う道の両側に 1km にわたる瓦礫取り組みがあり、住民は仮設も含め道を登り切った高台に住まざるを得ない状態です。その住宅にしても仮置き場から数百メートルも離れていない場所にあるため、放射能、アスベスト、チソなど有毒物質が飛散拡散され、すでに住民の体内に取り込まれていても決して不思議ではありません。安全な生活が脅かされることは憲法違反です。憲法全文、平和のうちに生存する権利、憲法13条、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利、憲法25条、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。憲法に反してまで利益を追求したいですか。一つ、瓦礫には遺体の一部が含まれている可能性があります。昨年8月10日に人体の頭部が発見されたと岩手県山川町の奥村組責任者が発言しています。未だに行方不明者が3000人近くいるという状態で、瓦礫は依存追求の対象ではなく、現地の人にとってのかけがえのない遺品なのです。その配慮なしにこのような事業をやることは人民に戻ります。日本の将来を考えて未来を担う子どもたちに安全な環境を確保するために動いてください。それこそ真の良心のある会社と言えるのではないでしょうか。以上です。それでは、これ最後に一言言いたいと思いますが、締めていきたいと思います。スプレッド田島建設は市民の声を受け、田島建設は命を守れ。
建設は全国の市民の声を受け、ありがとうございました。それでは以上で、予選行動を、終わっていきたいと思います。どうも、お疲れ様でした。梶川建設の皆さん、ぜひ、この声を聞いて、今後とも全勝していただきたいということを強く訴えたいと思います。どうもありがとうございました。院内集会はですね、今から始めるわけですが、時間は2時までですね、2時までの方になります。で、本日のですね、ワンデーアクションはですね、原発政策についてですね、政府が、エネルギー戦略ということで30年代ゼロを決めた途端ですね、それについて野田首相に対して米倉経団連会長がそれは勝負しかねるという形で、統括をかけて、それで鉄鋼連盟もですね、これは勝負しかねるというふうなですね、あらゆる形でそれについて拒否するということで、野田政権は5日でですね、そのゼロをですね、撤回というか、閣議決定しないというふうな状況があります。ところがですね、一方ではですね、この大井原発停止から再稼働阻止の戦いは広がる一方ですね。で、全国でも企業行動は80カ所以上に広がってますし、とりわけこの局面を打開しようということで、首都圏でもいろんな話し合いが行われているわけですが、もう反原発連合はですね、もう11月11日に、官邸前から国会前、そして経産省前を含めてですね、100万人選挙行動をやろう、霞が関選挙ということをもう方針化して打ち合わせに入っています。そして、テントでも私が加わっているところでも、その1週間に1回ある前で経産省前テントをテレビを設置作ると、それで全世界に向けて福島東部の日本の状況をこう発信するテレビを立ち上げるとかですね、そういういろんな企画が進んでますが、本当にだから野田政権が再稼働すると言ってからですね、官邸前行動があっとものすごく人が増えましたが、それからですね、それが第二ステージという言い方も言いましたが、まさに第三ステージですね。本当にだからこれ大井原発阻止から再稼働を阻止進むのか、それともその経団連等々ものすごい圧力で、それはさせているということをですね、圧力をかけている、そういうふうなですね、そういう意味ではここ9月10月11月12月あたり非常に重要な戦いになるということですね。そういう意味で我々も今日塩田省庁に対する要請行動でいろんな課題はありますが、再稼働阻止ということを、大井原発止めろということをベースにしながらですね、各省庁に交渉してきたわけです。そういう意味で今日の院内集会はですね、そういう各交渉院内各省庁とか原発メーカーに対する、要請行動の報告をですね、ごくごく短く報告を受けて、それで各地の戦いをです、ね、交流すると。で、その戦いをですね、聞いていただいてですね、国会議員の方についてもですね、各戦いに対する連帯なり共に戦うアピールをいただくっていう、そういう趣旨で開催しますので、国会議員の方は田舎に帰ったりということでいらっしゃるかどうかっていうのはいろいろ状況はあるんですが、そういう形でこの院内集会を行いたいと思いますので、ご協力をお願いします。今日の司会はですね、全国交換会の共同代表である高瀬と、関西から来ました山川です。よろしくお願いします。じゃあですね、まず今日各省庁なりことで要請行動やったところ、非常に短くなんですが、3分程度でざっと報告いただけないでしょうかね。各党お願いします。まず出発点であった経団連前、あとは、経産省各瓦礫、あとは外務省等々ずっと副校長、各ところが報告いただけますか。ちょっと前に来てください。皆さんこんにちは、佐藤です。今日はですね、10時から全国ワンデーアクションということで、経団連前に、大手町の経団連前にですね、集合しまして、そこで、まず要請行動を行ってから、皆さん行動を移られたということですね、私は経団連前の要請行動の方も、報告したいと思います。経団連ですね、原発ゼロということに即座に反応して、勝負できないというような本当に、
どうかその電話をかけるとですね、米倉会長何者なんだということですね、全校今毎週経団連前ですね、水曜日報道、私も毎週行って、アピールしておりますけれど、今日もですね、10時から、要請に入りました、要請ではですね、やはり原発推進してきた、責任を認め謝罪と補償を、する責任があるということですね、経団連も認めるべきだということですね。あとそれから、メガバンクや原発メーカーですね、そうしたところも責任を負うものだと、そして、原発での撤回の、原発での撤回をですね、請求に政府に要求する脅しをやめなさいというようなことを、要請しましたが、門前で、警備に頼まれて要請も受け取らないというですね、非常に不安定な対応を、取られました、さらに抗議の行動とですね、声を大きくして、経団連に追及していきたいと思います。以上です。では次、各省庁の方は報告ぜひ。続けて、本日のワンデアクションの、経団連に続く行動ということで、丸の内の三井住友銀行の、本店への寄せ行動について、報告したいと思います。熊谷と申します。三井住友銀行についてはですね、東京電力の、株式の 2.66%、3592万7000株を保有する3番目の株主であり、さらに9427億円を貸し付ける最大の融資先でもあるということで、電力会社の原発を資金で支えた金融機関として福島原発事故の責任を取って被害者の謝罪をすることで、東電に保有する債権を全て放棄してですね、被害者への補償については得てきた利益で東京電力と連帯責任を負って被災者への完全賠償を行うこと、そして、東電、関電等ですね、原発の再稼働を条件とする融資をやめること、そういった内容で要請を行ってきました。三井住友銀行についてはですね、今回5名を中に入れるというふうな対応で、代表という形になりましたが、5名がですね、銀行の中に入り、ロビーのテーブルだったんですが、先方のですね、ミス氏という、お客様対応窓口の、職員なんですが、2名が、出てですね、要請というふうな形で行うことができました。冒頭その、お客様対応の職員がまず大震災で被害を受けた方に哀悼の意を表したいというような形で、その銀行としての姿勢はこういう姿勢ですというようなことを、アピールしたということと、あともう一つはその本日その要請書を受け取るかどうかで、昨夜まで、校内でですね、大激論があったんだと。でその結果本日受け取ることにしたということで、ありがたく思えというふうなふざけた態度をですね、冒頭から取ってきたわけですが、それは当然のことだと、ね、国民がその請願をしている要請をしているわけだから、当然のことであると思うんですが、そんな形で、要請行動が、始まりました。で、冒頭ですね、こちらからやはり福島、事故の責任を取って、債権を全て放棄するという私たちの要請についてどう考えるのか、その、見解を、聞きたいというふうな、話をしていたんですが、それについてはですね、銀行内で、情報共有を、きちっと図りたいと。で、今回要請いただいた内容についてはそのような形で、対応したいと。情報共有を図るが、個々の要請内容について今この場で、お答えすることはできませんというふうな、対応でした。で、情報共有を図るだけじゃなくて、ちゃんとその銀行内でやはり検討すべきであろうということであって、そこからその銀行内ということでは取締役にもちゃんと届くのかというふうなことを、話をしていたわけですが、もちろん銀行内ということなので取締役も銀行の一員であり、取締役にもきちんと届けますというふうに明言をしました。ただしその検討した内容については、
校内で情報共有を図って検討はするけれども、まあ、回答はできないと、検討してその回答できないというのはどういうことなんだというふうなことで、追及をしていきましたら、まあ、取引先、この場合は、まあ、東京電力が取引先ということになるんですが、取引先への融資姿勢、融資政策や、融資条件等については、法で守秘義務が定められているのでお答えできませんというふうな、態度を取ってきました。まあ、私どもとしてはですね、これだけの、まあ、東電公害企業であり、非常な被害をもたらしている、こともあり、まあ、すでにその融資条件の件ですとか記者会見とか新聞報道でも明らかになっているわけだし、我々にはやはりそれを知る権利がある、企業の社会的責任としてそれを、情報公開を姿勢について、社会的にやはり明確にする必要があるんではないかというふうなことを言っていきました。それについては、まあ、記者会見という形では公にするけれども、こういう個別の対応で、明らかにすることはできませんというわけの、まあ、わからない対応を取ってきたわけですけれども、我々としてはですね、やはりこれはもう記者会見するべき内容であるし、必ず公にするべき社会的責任があるということで、まあ、断固追及をしていったという状況です。で、まあ、こういったちょっと取締役にも伝えるが、答えはできないという、まあ、曖昧な態度だったんですけれども、今後引き続きこの内容についての回答を求めていくということで、厳しくですね、責任を追及することを宣言をして、要請については終了しております。以上でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、ここでですね、八鹿昭弘民主党議員秘書田村博さんがいらっしゃってますので、アピールよろしくお願いします。こんにちは。民主党の葛飾昭弘の秘書をしています田村と申します。まあ、今日本人出れませんで、なぜ出れないか多分ご存じかと思いますけれども、1時から代表選挙があるということで、ちょっと私が変わってきました。まあ、うちの議員はですね、まあ、皆さんご存じかどうか分かりませんけれども、今の執行部に反対をしておりまして、消費税の時には反対をしました。で、原発政策でも、まあ、反対をしています。まあ、そんなことでですね、2ヶ月間民主党の、党員資格停止処分を食らってまして、先週まあ、回復したんだと思うんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、おそらく今日の代表選挙、今の質問には入れないというふうなことであります。まあ、今後民主党にとどまるかどうかちょっと私としてもわからない状況で、おそらく離党するんじゃないかと私も一緒についているところであります。まあ、政策的にもうちょっと明確にした方がいいというスタンスを持っております。特に原発政策もですね、まあ、2030年代に、まあ、稼働停止をするだろうという目標を立てただけで、全然拘束力のない単なるなんか努力目標を言ってるにすぎませんよね。ですから、まあ、そうした今の執行部には反対をしていくと思います。まあ、私も秘書としてですね、同じような立場であります。で、ちょっと私の問いなんですけれども、実は私貧困問題とか年金問題、大学で教えたり本を書いたりしているというのもありまして、貧困、まあ、特に生活保護の問題にはいろいろ発言をしております。3ヶ月前次長課長の抜身がありましたけれども、その時いろいろテレビとかラジオに出まして、ちょっと抜身が問題ではないかと言ってきました。田村ジュリーっていうペンネームで出てましたけれども、実はその流れでですね、皆さん金曜日官邸前で原発関連集会をやってると思うんですけれども、同じ場所で水曜日貧困問題のアピールをやってるんですね。で、まあ、規模としては全然少ないんですけれども、100人程度で毎週やっています。で、私も時々発言したりしてるんですけれども、
2日前ですよ、ちょっとマイクを持たせていただいて発言したんですが、まあ、あの貧困問題と原発問題、非常に根が同じではないかという見方を披露させていただきました。例えばあの、まあ、事故起こる前からですね、あの原子炉格納容器の、まあ、定期検査の時に路上生活者、ホームレスの人たちを、まあ、強引に連れてってですね、で雑巾を持たして、で定期検査のたびに雑巾で拭いてるんですよね、まあ、もちろん防護服が着てますけれども、で雑巾で拭いて、でまた戻ると、で戻る先はまた路上生活ですね。あの本当に貧しい人を搾取してるというか利用してるというのが、まあ、原発の、まあ、問題じゃないかと思っています。まあ、あの原発の立地地域も本当に貧しい地域ですね。なんか貧しさにつけ込んだ国家的 なんか政策、あの本当に、まあ、貧困がなければ原発もない、貧困なくして原発なし、原発がなくなれば貧困もない、まあ、非常にあの私は密接に連動している問題なのかなと思っておりまして、ぜひ、まあ、ちょっと皆さんとあの角度は違うかもしれませんけれども、まあ、貧困問題を考える上でも原発問題、あの考えていかなきゃいけないし、原発をなくすことが、まあ、貧困問題も格差是正とかでなくなっていくというふうに思っています。ちょっと長くなりましたけれども、本当によろしくお願いします。すみません、選挙区はどこですか。東京16区、あの江戸川区です。あ、私のですが、うちの議員、あの葛飾はあの東京16区の江戸川です。お知り合いでありがとうございました。あともう一方、秘書の方が来ていらっしゃいます。ズケラン長敏議員の秘書、妻島佳子さんです。紹介できますか。ズケラン本人は沖縄におりまして、地元活動なんですけれども、私個人的には原子力資料情報室の会員でございます。皆さんのフォロー、あの本当に応援しておりますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ続いて各省庁の報告を簡単にといただけますか。外務省、外務省の山本です。外務省には5人で参加しました。で私たちは外務省に対して、あの原発事故による放射性物質の拡散の危険性がある原発輸出を中止してください、それから原発輸出に代わるあの協定を一切行わないように、こういったことに、以外他の4項目もだって、あの外務省に対して申し入れました。外務省からは、あの軍縮非拡散科学部の菅谷さんという人が対応してきました。外務省からは、あの原発輸出に関してはこれはあの経産省の管轄だ、外務省はあの原子力協定については 外務省の管轄だけども、あの輸出については経産省だから私たちは関係しませんというふうな要領を発表されたことを言ってきました。しかし、あの原発における福島原発の事故が非常に大きな問題で、これはあの今やあの国際的な問題になっているのにかかわらず、輸出については経産省、協定は外務省、これはちょっとおかしいんじゃないかということで、あの国交にをしながら、申し入れてきました。で、菅谷さんからは、やっぱり 3.11 以降も原発を欲しい国があるんだ、つまりこう 3.11 によってやっぱり世界観がやっぱり、どこの国も変わってきているということが、言わざるを得なかった。やっぱりベトナムあるいは
トラニア等において原発輸出した場合、例えば渡辺に輸出した場合、これが事故があった場合、やっぱり国際問題に大きく影響してくるし、私外務省は関係ないと言えないじゃないかということで追及してきました。これからも時間がなくてそれ以上はなかったんですが、これからもやっぱりことを追求していかなきゃいけないんじゃないかと思っています。どうです。じゃあ引き続いて検察庁の方です。経産省の方にですね、大体25人ぐらいですかね、参加しました。実際にお答えしたのはですね、資源エネルギー、経産省の資源エネルギー庁ということでですね、まあ、ボインの方は、今度規制庁に変わるということで、ちょっと、組織が今変わる途中ということで、まあ、参加できなかったんですけども、まあ、我々としてはですね、とにかくこの夏場のですね、そのどうしても大井原発3、4号機が必要であるということで稼働したわけですけども、それに対してその今このピーク時が過ぎた今はですね、そのまま稼働し続ける必要があるのかということで、そういう問題を投げかけてですね、直ちにその、3、4号機を、停止することということを、まあ、メインに強く、まあ、要求したわけですけども、まあなかなかその官僚の対応でですね、のらりこらりということで、そのピークは、ピーク時にですね、3% までギリギリだったということで、やっぱり必要だったということを最初も言ってきたんですけども、一方でですね、火力発電、まあ、実際停止しているというような、事実についてはですね、あまりうまく回答しないというようなことで、まあ、要するに、まあ、関電と、まあ、経産省がですね、まあ、本当にこう、一体となって、まあはっきり言ったらその関西電力にお任せするというような姿勢が非常にまあよく分かるやり取りだったんですけども、そして今のこの時点に立ってもですね、なぜじゃ停止ということを言えないのかと言ったらですね、それはまあこれは野田氏をはじめ閣僚が安全基準を決めたことで、我々の経産省の方で単独独断でできないんだと。でも経産省自体はですね、じゃあそのどういう判断を持っているのかって言ったら、いやこれは安全性は、過酷事故にならないというそういう判断で、ね、安全基準、の上に立っているんだというような言い方をしたんです。非常にじゃあ安全というのは一体どういう判断をしているのかということを追及するとですね、なかなか答えられないということでですね、やっぱり、まあ、彼ら自身がですね、とにかくもうこれは安全については、まあ、成長だと、自分たちはとにかくそれ以外のことでということで、逃れようというような、まあ、そういう姿勢が、まあ、ありありだったんですけど、とにかくやっぱり経産省が実際 その設置に関係するようなことだとかですね、エネルギー政策をやってるわけですから、まあ、今後規制庁に対しても、当然今の田中俊一の、まあ、人事についてはこんな形の決め方おかしいということを追及しますけれども、規制庁に対する規制 の追及、特に破砕体の件についてはもうどんどん追及するということは必要ですけれども、合わせてやっぱり経済産業に対するですね、やっぱり要請ということを引き続きやっていきたいと思います。以上です。私は日立製作所への要請をやりました。これはですね、製造メーカーですね、日立、三菱ともう一個はありますよね。それでその製造メーカーの代表ということでやりました。当日はだけど仕事を、まあ、休みでですね、中に入らなくて、まあ、要請書を受け取るだけということで、まあ、今日はもう門前で要請書を渡してシュプレフォーだけやったんですが、これはぜひですね、要請書の中身はですね、全国交換会のホームページにも載ってますが、これぜひ読んでください。というのはその福島第一原発の4号機はですね、ゼネラルがコンサートなんで、日立製作所が製造してるんですよね。だからそういう意味でですね、事故の責任があることを認めること、そしてそういう意味ではその損害賠償の責任逃れをやめて、被災者の賠償に加われて、輸出から撤退しろということ の要請をして、いせますので、ぜひこれは要請書をぜひ読んでおいてください。これについては、三大製造メーカーについて引き続き、厳しい追及するということが必要だと思いますので、よろしくお願いします。避難移住権利ネットワークの小山と申します。今日は東京、大阪から復興庁に提案に行きました。
1時間半大阪の避難者の声を届けるということで行ってきたんですが、今どういう局面かといいますと、新しい法律ができました。でそれに基づいて基本計画をまず作る。でその基本計画に基づいて各施策が予算化されるということで、この予算が来年度25年度だから2013年度予算を作る概算要求をですね、年度末までに確定して4月以降実施するということが目指されている。まあ、どこまでできるかわからんが目指されている。でちょうど今基本計画を作っている真っ最中です。だから非常にいいタイミングで請願することになりました。私たちが要求したのは主に8項目なんですけど、特に重要なものは法律に言う避難、支援対象地域をどう作るか、でどう定義するかという問題です。よく1ミリシーベルトで決めてもらうというふうなことが支援団体の中でも言われてますけど、私たちはこれでは困るというふうに今日は言ってきました。1ミリシーベルトで決めてしまうと多くのところがはみ出してしまう。大阪にあるいは京都に逃げてきた避難者の中にも、この線量が高くはないけれどもホットスポットのすぐそばにある、あるいは土壌汚染がチェルノブイリ並みに高いというところから逃げてきた方が非常に多くいらっしゃいます。そういうところでも1ミリシーベルトで線を線引きされると弾かれてしまう可能性が高い。具体的に言うと、例えばこの千代田区でも逃げてきた人います。でも千代田区ではホットスポットありますけれども、まあ、普通に測ってると線量1ミリシーベルト、年間通算で1ミリシーベルトありません。そういう人たちをどうするか、私たちはもっと土壌汚染をしっかり測り、ホットスポットがあるところはそこの市、町、村、あるいは区を単位に支援対象地域にしてくださいというふうに要求してきました。まあ、ここはまだ復興庁の中でも具体的に数字を持って判断する段階に達していない、いろんなところから意見を聞いているんだというふうに答えておりましたけれども、まあ、もっともっとこの避難者の現実を見て、単に数字のもたらすべきじゃなくて避難した人がいるという現実をどう救うかということを判定作ってほしいと言ってました。その他、医療の問題、雇用の問題、住宅の問題、大阪、近畿に避難している方は非常に苦労しています。特に福島県以外の方、あるいは罹災証明を持っていない方、東京から逃げてきた人、千葉から逃げてきた人、神奈川など埼玉などから逃げてきた人はもう自力で生活するしかありません。住宅を借り、近畿で仕事を探し、あるいは夫を関東に残して働いているという実態です。そういう人たちをどう支援するのか、それがこの法律だということなので、ぜひ大阪に来て、近畿に来て避難者の声を聞いてくださいということを最後に要求してきました。まあ、これについてははっきり言いますと言いませんけれども、内部で検討しますというふうにございました。校長から山形とか新潟には避難者の声を聞きに行っているそうなので、これは大阪でも来れるかなと思いましたので、これはぜひ大阪で実現していきたいと思っております。まあ、詳しいことはまた引き続きの討論の中で報告いたします。以上です。本日この行動と合わせてですね、ストップ汚染がれき全国行動ということで取り組みやります。その報告をいただく前に事務連絡の方をさせていただきたいと思います。じゃあそちらの方で司会をしていただきながらお願いします。はじめまして、事務局の高瀬です。今日、代表して遠くからお見えになっている方4人に、今ちょっと立っていらっしゃるのが虚構市で、岩手県、すごいもう本当にカッパが出そうなすごい自然豊かなところからお出迎えです。永田さん、あと、静岡県島田市、今止まってるんですか、瓦礫が。コンクリートだけじゃなくて頑張ってる市民と地権者に頑張って、そこからの発言とか、富山からもお二人見えたので代表でお一人 と、大阪から何人も来てるんですが、代表して山田さん以上4名、ちょっと対応を組んでお集めをお願いできますでしょうか。じゃあ天野さんからでもよろしいですか。お願いします。
静岡県です。静岡県島田市、静岡県はご存知のように細野さんがふるさと、細野さんのふるさとで、静岡県が東京都についていち早く枯れ木の処理の話が来ました。で、桜井市長がもともと産廃業者出身なので、いち早く手を挙げて島田市ということになりました。今ご存知のように端的にですので、試験消極反対住民の署名が1ヶ月で約10万人のうちわで1万筆ぐらい集まって出しました。それで、そうじゃ試験集客をしてから、安全性を確認してから本集客に入ろうということで、2月に試験集客をして、その結果肺の方が64ベクレル、その前の家庭一般家庭ごみが40ベクレル、それで国の基準は、島田市の基準が100ベクレルで、64だったら安全だということで、じゃあやろうということになったんですけど、その前に私たち市民グループは松の葉の調査をしました。で、松の葉は京大のある先生の調査なんですけど、焼却場周辺と3キロ5キロぐらい離れたところの松の葉を検査したんですけども、焼却場周辺では最大で 180% のセシウムが伸びが確認されました。ということで、バックフィルターは決して安全ではないということが数字で証明されたんですけど、また計算をされて、収入支出で計算されて、もう皆さんご存じだと思うんですけども、それも 38% ぐらい大気に放出していると思います。ということで、私たちは問題になっていたんですけども、それで機関の方を承認して本焼却ということになったんですけど、皆さんご存じのようにコンクリート片が入ってました。で、コンクリート片の地元の環境プラザ焼却場の近くに反対派住民はいなかったけど、コンクリートがいて止まったっていうことになったんですけども、今島田市は本格表明してますけど、実際のところなんだ法律的には何の手続きもされてません。契約書は県と岩手県と取り交わしていますけども、焼却灰を埋める最終処分場の地権者11人の民事になっているんです。そこの6人が反対して契約にサインをしてません。で、契約の協議中であるにもかかわらず、市の方は公金を使って地権者の方にお金を振り込んでます。ということは本当にいかにずさんなお金の使い方をしている、またと思っているんですけども、そういうわけで地権者の頑張りで今本格焼却は止まっています。で、島田市の方も粘り強くアメとムチで多分一人ずつ地権者に承認を得ようと思って一生懸命当たっているんですけども、地権者の方もだいぶ頑張ってくださって、今のところ島田市はそういう状況です。全体的な奥村との話は他の方にお願いします。私は島田のそういう実情をお知らせしました。ありがとうございます。今から来ましたノーマン放射能キャンペーン富山の宮崎と申します。私たち富山はですね、静岡が環境長官の、お膝元ということで、富山はですね、環境省の廃棄物リサイクル対策部の部長伊藤哲夫さんのですね、出身地ということで、いち早く富山にも同じ山田なんですけれども、不思議なことにですね、この強い縁があるところがですね、岩手県そして山田町というこの不思議な因縁でですね、つながりまして、富山にも白羽の矢が立ちました。それが4月の段階なんですけれども、県知事がですね、前向きな姿勢で、実際元官僚出身という方がですね、もう優等生です。で、そういうつながりから富山もあちこち、3カ所、名乗りを上げまして、その3カ所がですね、それぞれ北陸新幹線の駅があるところなんですよ。これもまた不思議なつながりで、なんでしょうと思うんですけども、実際そういう中で今私たち一応ストップはかけております。試験焼却もまだしておりません。で、その中でですね、私たち8月の末にこれはやっぱり市民が行かなければいけないということで、山田町、宮古は仮設焼却炉が今建っております。
そこへ行きました。それから盛岡に行って県庁の担当官の方とも話をしました。これはまあ市民が、まあ、この選別施設に入るということは市民の申し出だけではダメと言われまして、議員の手助けを得ましてですね、富山の14名が住民運動をベースとした、視察団を形成しまして8月の末に、行ってまいりました。その結果ですね、やっぱり現場では安全という レッテルを貼ってですね、瓦礫が公益処理に出されているということは、地元の議員さんもですね、地元から反対の声もない。なぜかというと、やっぱり明日の生活も、これは宮古の市議の方ですけども、そういうふうに言ってらっしゃる。そういう中でですね、やはり地元から反対の声も上がらないし、廃棄物をお願いしている、瓦礫をお願いしている立場上、反対ということは言えないという、はっきりそういうふうに言われまして、でも子どもたちのこと、環境のことは心配されているという、その心の思いがよく分かりました。で、結局私たちこれ公益でですね、瓦礫を受け入れるということは安全を認めることなんです。地元にとっても反対の声は上げれません。公益処理イコール復興のスピードアップという投資の中でですね、地元は心配でも放射能、あるいは有害物質、アスベスト、それぞれいろんな懸念がありますが、反対あるいは大丈夫かしらと思ってても、もうすでに安全のラベルを貼って公益に出しているものをですね、今更ながらストップはかけられない。これは現実です。で、そこで私たちやっぱりこれは地元の子どもたち、住民のためにもノーと言い続けなければいけないなと思いました。実際仮設焼却炉はですね、ずさんなものです。本当に簡単なものです。数年でもう取り壊ししようとしている焼却炉ですので、宮古市の仮設焼却炉を見ましたが、赤土、私たち切り戸で多分真新しい赤土を検査のために持ってまいりました。土壌検査しました。134と137はっきり出てます。少量でも真新しい切り戸からですね、もう放射能がセシウムが出てるっていう現実ですね。それは私たち報告書にして発表しましたが、この事実は私たち避け通れない。実際瓦礫もですね、山田町の選別所の瓦礫も持ってきましたが、思ったより県がですね、サンプリングしたよりも高い、ものです。で、結局この私たち富山までわざわざ持ってくるものをですね、山岳現地で、もし現地でやれるならば、現地でやれるんであればやれる、その山岳がありますよね。その山岳、富山で試算しましたら、まあ、3億から4億の間、これは無駄金としてなるので、私たちは富山で反対する場合は、このお金はですね、地元で、焼却炉や、あるいはこの、選別施設のそばの住民の方々の健康や安全を守るために使っていただきたい。せめて焼却炉であれば、きちっとしたバグフィルターじゃなくて、セラミックフィルターとヘパフィルターがついたきちっとした焼却炉を作ってですね、そこで焼却していただきたいというふうに、報告書にも書きました。で、そういうことがやっぱり市民の視察によって明らかになったので、議員やですね、行政の方々が現地視察をしたとしてもですね、1時間ぐらいで、ああ大丈夫、空間整備を図って、あ、これは少ない、例えば県、富山県だったらね、富山市よりも低いんだなんて言って安全宣言をして帰ってくるというような状況ですね。私たちはやっぱりきめ細かな、まあ、私たちの視点で市民による市民のためのということで、この市民のためのっていう中は、岩手の市民の方々にも私たちそのためにも視察しなきゃなということで実際やりました。こういうことがやっぱり積み重なって、一つのやっぱり運動ということはつながると思います。それであともう一つ言いたいのが、ごめんなさい、最後です。国連の環境計画が6月に出した瓦礫の報告書です。これこの3月の2月の末か3月の初めに現地を視察されて出した50ページの報告書、その中のほんの2ページだけ翻訳しましたが、
国連環境計画はこれは改善策が必要だということで、はっきり輸送もこんな距離を持っていってはいけない、現地 の雇用のためにも公益 には反対という、まあ、反対まではっきり書いてませんけども、改善策を、外務省を通して出しております。この50ページの本ですね。この本読んでいただくと、東京の焼却も疑問を呈していますので、これはもうすでに3月の6月にもう出版されてますので、環境省知ってます。もう私たちが市民が知らないということではっきり言ってないだけで、ここら辺は私たちはっきり世界とつながって、国連をですね、こういう時はきちっと使ってですね、力にしてやっていくべきだと 思いました。以上です。大阪から参りました。大阪の方はですね、瓦礫については最初は、まあ、大阪府全体で受け入れると各市町村に打診があったわけですけれども、現時点では大阪市のみです。まあ、なぜかと言いますか、まあ、橋本さんは非常に、橋本市長はですね、非常にこう積極的に、まあ、受け入れるということで、7月の27日に、議会で補正予算を通して、まあ、予算上は、まあ、可能という体制を、作られてしまいました。で、まあ、大阪市の場合は岩手県の、まあ、瓦礫を受け入れるということで、まあ、動きをしているわけですけれども、まあまあ、大阪市だけは受け入れるけれども、やはりこれはもう大阪市だけの問題ではないということで、私ども、8月の中旬に、大阪、関西、近畿一円のさまざまなグループに、働きかけをしてですね、こういう団体、ネットワークを立ち上げました。ちょっと待って、放射能瓦礫関西ネットというのを8月17日に立ち上げて、8月30日、橋本市長が市民向けの瓦礫の説明会をすると。いう中央公会堂でするということでしたので、まあ、そこに焦点を当てて、この瓦礫ネットで、運動を作ってきました。で、ネット等で、報告流れたと思いますけれども、大阪市民は中に入って市長を追及する。で、私ども、市民以外のものはこの中央公会堂の周りで、集会、をやって、まあ、こういう行動をするということで、内と外で大体延べにして800人ぐらいですね、この橋本の説明会に対する、こういう行動というのを8月30日に、行っていました。しかし、橋本市長の方はですね、11月に、試験焼却で、来年2月に、まあ、本、焼却をするということで、まあ、強引に動いていますので、今大阪市内の、まあ、それぞれの、グループを中心に、ロビー活動であったり、あるいは原点に帰ってですね、焼却場のある此花区というところにあるんですが、そこの地元できめ細かい、地域学習会を改めて、組んでいくというような形でですね、運動を広げていってます。で、10月の17日、ほぼ1ヶ月先ですが、には、2回目のですね、この関西ネットの大集会のデモというのを企画して、大阪市役所を包囲して、で、試験焼却を断念させるというために、今さまざまなグループがこの関西ネットにつながって運動を進めているところです。以上です。三陸の海を放射能から守る岩手の隊の永田と申します。私たちいつも6カ所の再処理工場ですね、あれが本格稼働しますと、もうトリチウムだとか炭素14、クリプトンなどが全量放出されるんですよ。全くもう除去されるんです。そういうふうなことで海洋汚染を非常に心配して運動を続けてまいりました。で、今日は、全国の瓦礫ストップ広域処理ストップの会に招かれてまいりましたが、実は私は滝沢村というところに全国の医療用の放射性廃棄物、それが集まってきて焼却処理されてるんですよね。それで反対をずっと1981年ぐらいから
反対運動を続けてきて、まあ、反対派の代表ということで、まあ、あの関心になっております。でその放射能の焼却処理に関わって、まあ、そういう点でちょっと長い間やってきましたので、まあ、今日あの呼ばれたんだと思いますが、まあ、いずれあのこの 3.11 以降、瓦礫の広域処理 ということで、これはとんでもないことが起こるなと思って、あの、まあ、国への申し入れとか、まあ、簡単なこと程度はやってまいりましたけど、まあ、その他いろんな、まあ、岩手県でもホットスポットができたりしまして、そちらの問題等で、まあ、追われてあんまり瓦礫の方は入っておりませんでしたが、あの今日ですね、実はあの昨日かな、あのこれ北立環境研究所の遠藤さんという方の、放射能汚染廃棄物の埋め立てと、こういうあの PDF の、パワーポイントですね、その資料を得たんですが、これにびっくりすることが書いてあったんですよ。どういうことかと言いますと、焼却処理をします。その焼却の場合ですね、それが水の薄いに溶け出すというんです。8割は溶け出す。こういうふうにはっきり書いてあります、ここに。ぜひ、これ、皆さん、ダウンロードして見ていただきたいと思います。ということは、もう、広域処理をして、いろんなところに、まあ、汚染瓦礫が行って焼却処理されます。そうすると、そこの汚染、そこの、まあ、産廃の最終、いっぱいもありますが、最終処分場から、まあ、一定程度の排水処理はしているんですけど、それでも落ちないって書いてます、はっきり。従来のその排水処理では取れないんだ、セシウムは。そういうふうに書いてありますし、実際そうだと思います。ということはもう、私たちは大気汚染を一番心配してまいりましたけれども、なんと、水質汚染と、川水まで汚染されてしまうと、ということははっきりここにありますので、そこのところはクリアできないうちは絶対焼却処理はしてはいけないと思うんですよね。そういうようなことで、ぜひ焼却処理、全く法律も不備です。その辺もちょっと学習会でお話したいと思いますが、ぜひこれら汚染を全国に拡散するようなことをやめさせたいというようなことで思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日一日 の行動と、それから瓦礫ですね、関係についてのご説明いただきました。瓦礫に関しては、明日全国交流会を大田区民センターで10時からでしたっけね。ということで、持つということが、チラシはあるかどうか分かりませんが、そういうふうに出されています、蒲田駅の近くだと思うんですけれども、ぜひ皆さんご参加ください。関西の方でも、10月の17日には、市長攻めということで、市役所前での行動を持ったり、住民監査請求でこれを止めるというような動きを作っています。また先ほど国連環境計画の方から改善策が出されているということで、この間ドイツ政府の方から防護委員会の方からもいろいろと指摘がされていたんですけれども、そうしたところで攻めていこうということをまた皆さんと共に知恵を出し合いながら進めていければというふうに思います。そうしますと残りあと29分ほどあるわけですけれども、残りの時間を使ってですね、原発をどういうふうに、まあ、今再稼働しているのは大井原発ですけれども、これを再停止させて廃炉に持っていくのか、全ての原発を止めて廃炉にしていくのか、そういったところを一つのテーマにしながら皆さんからご意見をいただきたいというふうに思います。9月の14日に野田政権がその革新的エネルギー、環境戦略かということで、先ほどから申されているように2030年代かまでには止めるということを言っていますが、まあ、枝野に至っては大間も作るし島根も作るよと、それから核燃料 その再処理工場についてもそれは進めるよと、全く止める気がないと。でこれは私たちが今金融行動等々で集まっているのは即停止というのが要求なんですよね。でこれに対してあまりにもかけ離れたそういった政策を出して、まだ原発を推進し続けようとしている、こういうことの中に避難者の方、それから被害者の方への賠償は進まない、瓦礫は広域拡散していく、そしてさらには原子力を推進ということがもう見て取れるわけですけれども、私たちはやっぱりこの3月11日以降一
1年半の中でですね、これを止めてくる運動を作ってきたと思うし、それは今実現可能だと思っています。そういう点でぜひ皆さんからご意見をいただきたいと思います。でとりわけ今日関西の方もおられるので、9月の11日に関西の方では関西電力ですねをはじめ多くのところに対しての働きかけをやったということもありますし、ご発言もいただきたいと思います。いかがでしょうか。交渉できるというのは非常に少ないわけですけれども、今回できたということで報告をお願いします。電工関西の関西です。9月11日関西電力に申し入れしました。で、申し入れは向こうは5人に絞ってくれと、それから30分間しか受け入れないというふうな話だったんですけれども、我々交渉団は6人が入って、交渉自身は1時間20分にわたってやりました。で、それで9月4日に事前に申し入れ文書を出してたんですけども、向こうがその申し入れ文書質問状に対してビシッと文書を準備をしていまして、それを読み上げるという形で交渉が進みました。それで内容自身は非常に不誠実であって、我々が申し入れている活断層調査が終わるまでは停止しろというようなことについてもですね、あくまで破砕帯であるということを言い張ったりですね、あくまで念のためだと、で、原子力安全保安院が保証しているというようなことでですね、全く不誠実な対応でした。それからあと、7月5日の国会の事故調査委員会のが環境安全委員会については全く電気事業者の取り込みになっていたということで、全然信頼をなくしてるんじゃないかと、そういう状況なのに保安員のことを持ち出して安全だというのは非常におかしいということも追及したんですけども、国会事故調の調査結果について尊重するというような言葉も一切出ませんでした。当社は、今まできちっと報告をして規制がきっちりかかるように、原子力安全委員会に報告をしてきたということの一点倍でした。しかし見て、我々が、交渉今まで何度か入ってきたんですけど、今回3名の、課長クラスの候補人が対応しまして、その中で1人は、実際に原発で保安の仕事を5年間してて、詳しい人でした。またもう一人の方は技術畑の人、そして先ほど言いましたようにきちっと文書をですね、書いて我々に対応してきたということと、あと我々が追及に対して、1時間20分にもわたってですね、彼らも席を離れることができなかったということなので、やはり私たちが3年前で、座り込みを続けてですね、平和と民主主義を目指す全国交換会というのは、いい加減な対応をしたら怖い目に遭うというか、いい加減な対応できないというところまで私たちが押し込んできたということを非常に実感できましたので、これから全国大会の中でですね、福井現地の方が地元は福井だけじゃないよと、関西で電気を使っている関西も地元なんだと、で関電前で1万人は集めないくらいしないと電気止まらないよというふうに非常に大きな葉っぱをかけていただいているので、我々も今回関電前1万人アクションと言いま銘打ってやりましたが、まだ1万人には60分の1ぐらいしか終わっていませんので、やはり1万人の関電前行動をぜひこの時期にやろうということを決意をしているところです。以上です。ありがとうございました。止めるっていうことが関西だけの問題じゃないっていうふうに考えているんですね。この間島根の集会、島根じゃない、松山の集会にも行ってきたんですけど、次はいかだかそれか泊まりかっていうような話がねポロポロと出てきてるんです。だけれども大井原発を止めることでね、他の原発を動かさせないと、そういうふうなことができるんじゃないかっていうことを私たち考えながら関西では活動しています。それでそれは大井原発そのものを止めたっていうのが市民による力でやったということなんですけれども、9月の4日に実は大阪府市エネルギー戦略会議っていうものが緊急声明を出しました。これずっと
電気は足りてるから原発は動かさなくていい、防衛は動かさなくていいっていうことを橋本さんのもとでやってきたやつですね。ところがその橋本自身は臨時稼働って言ったら広域限定稼働に言葉が変わって、野田首相は消費地の確認が取れたっていうことで日本で初めて初めてじゃないな、原発がまた再稼働されちゃったわけですよね。でそういうことに対して9月4日に緊急声明で電気が足りてた、だから止めなくちゃいけない、もう止めなさいということを言ったわけです。そしたら今度松井知事が自分たちで作ったエネルギー戦略会議だったのにこれは条例に基づいてないから活動を停止しますということでピタリと活動を停止しました。これ非常におかしなことで、橋本市長はですねこういう中で今度はまた衆議院選もありますから原発を私は反対するなんていうパフォーマンスをしているけれども結局は動かすから回ってるじゃないかと、こういう取り組みを進めているわけですね。それでこれの中心になっているのが橋本市長関西広域連合です。で関西では関西広域連合や自治体に対しての要請をということで京都、滋賀、神戸、兵庫、堺、いくつかですね広域連合への要請をやりました。そこの報告ももしあったらお願いしたいんですがどうでしょうか。それからあと金曜日行動、それから水曜日の経団連の行動ですね、原発を動かしているものに対しての直接行動をこんな風に取り組んでいるとか、そういうことへ のご発言がいただければと思いますがいかがでしょうか。東京の方からでも関西でも他でも構いません。いやちょうどね私下野に来た時に国会議員と聞いた時にどこで何やってるか分からないもんな、やっぱり参加したいなと思ってね来ました。で掛けの女性の方にいや今日ここでこういった会議があるからじゃあ入ってね今日はどうですかっていうことで来ました。近づける今この瓦礫の問題もね、今出ましたけれども、私は政府の方に、瓦礫はね、やっぱりね、そのね、その地域によって、そこで処理するのが一番いいよって言ったんですよ。刑事もたくさんかかるしね、それで、やっぱりね、伝染病とかだったら、みんな隔離してそこで処分するのが、これ当たり前なんですよ。わざわざあっちに拡散されたりすることも、あんまり良くないなと思って、政府の方に、今日提案しました。まあ、野田総理もそうです、それから鳩山の時も、幹事、そうですか、ガーソリンの時も、10% のそのね、消費税上げるなんて、自民党につられていっちゃったから、そんなバカなこと言うんじゃないよって、みんな大体その国民がね、政権交代させたのは、そういうことをしないってことだから、政権交代させたんだよって。私なんて随分書いて出しました。今回の原発のゼロっていうことに対してもね、結局こういう原発の作動するっていうことで稼働するからっていう話が野田総理がね言ったんで、その私もそれに対して提案書を書いて野田総理に出しました。あなたから言ってねこの54基ね止まっても電力余ってんだよと、私はほら都市協会で東京ガスとかこのメンバーで50年ぐらいやってたんですよ。だからそのいろんなその再生エネルギーですか、そういうものを今までなかったわけですから、とにかく従来の電力で十分間に合ってたわけです。それを間に合わない原発ありきのことを言ってる。それからこの米川なんですか、あれは経済だね、どうのこうのってこれだって言ってますけども、こんなのまるっきり相場です。私はもうこのねそういう連中の言ってることがまるっきりでたらめなんですよ。で国民を騙してる、でまたマスコミは惑わしなこと言ってるね。だから結局電力はそういう54基も必要なかったものを作っちゃったわけですよ。それで今回のその島原発の起きて初めてねみんなびっくりしたんだろうと思うんですけども、その事故の、ね、責任なんか誰一人で取れるわけないんですよ。だからそれのだったらねみんな取ってくるよ本当にね、賠償したからって済むわけないんですよ。
命のね、道と命が大事なくなっちゃうわけだから、それ生き返らせませんって生き返るわけないわけですね。だからそういうことを一人一人国民がやっぱり自覚に立って、このゼロベースでストップさせなきゃいけないと思うんですよ。私もあの島に行っていろんなこう市長がこうね、こう携帯してんだけども、我慢できなくなって今日出てきたんですよ。やっぱりね、というかなんかやっぱ失敗でここ行ったんじゃないかと思うんですよ。全然知らなかったんですから、ね、こういうところに来てね、お話ができるということは本当に、まあ、幸せっていうか、まあ、それとね、皆さんにこうお伝えしたいのは、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、東京ガスの時に私のマッピングシステムっていうのでね、500万人と、それから全人という高地図の専門家ですか、それとドッキングさせて、まあ、ナビゲーションとか、いろいろその、で、私がデータベースで今使ってるわけですよ。霞が関もそうなんですけどね。だからそういうそのこともちょっとやってきまして。で、私はまあ、ブドウをね、67年もやってるんですよね。で、力道山とか、大山マスとか指導して、シャビトをやっつけた。私はここらでちょっと教えたい。わかりました。まあ、それは言い方なんですけども、そういうことで、皆さんがどうしてもこのね、原発をゼロにしていくために、頑張っていただきたいな、そういう思いでございます。金曜日の報道だということで、今日こちらの方に来られたということですが、あ、手が上がっております。はい。そちらの方にマイクもありましたか？たくさんあるので、途中で止めてください。言ってたらもう終わるから、記事になるから。大事なところをまとめてじゃあお願いします。いや、まずだから順番に見ますので、重要度の高いことから順番に見ます。まず、皆さん、お住まいの自治体のところの何々市とか何々県とか、なんか、そこの議会に行ってください。私が今年に入ってからずっとやってきたのは、私は滋賀県の大津市というところに住んでいますが、滋賀県議会、これから大津市議会というのに議会があるごとに行って、その議会が始まる前から、もちろん準備をするんですけれども、議員さんに会って、意見書を国に対して議会として、決議を上げてくれということをお願いしに行きます。で、今年の2月議会、3月議会の時から始めました。そしたら、滋賀県議会で言うたら、3月議会、4月議会、7月議会で、3回とも、大井原発、最初の2回は、再稼働しないでください。で、3回目の7月は、これ以上の再稼働しないでください。ちょっとニュアンスがボケたやつになったんですけど、そういうことを、県議会として、意見書を挙げてくれました。で、今回今お願いして、昨日までも動いてましたけれども、お願いしていることは、今動いている大井を止めろっていう意見書を出してくださいということで、議員のことをお願いしてもらっています。それで分かるのは、議員さんがどんだけアホかということは皆さん分かりますので、面白いです。断る、まず障害議員になってくださいということをお願いしに行きますが、なりませんにゃんということを言う理由が、アホみたいなことを言うて、なりませんにゃんって言わはるから、それを聞いて、こいつらアホやということがよく分かりますので、面白いです。ですので、いろんなところから、自治体から意見書を国に上げていくということは、やっぱし力になると思いますので、そういうことを皆さん、やっていただきたいなと思っております。それが1点。それと、滋賀県に対しては関西広域連合 の、 一員になっていますので、加田由紀子さんというおばちゃん の、 知事さんも割と有名な方だと思いますが、その人は最初、卒原発、脱原発とか言わんと、卒原発とかいう意味わからないんですが、そういうことで、最初頑張ってましたが、ギリギリになって、5月の末に、臨時稼働は仕方ないわねって言わはったんですので、それに対して、滋賀県民は怒りまして、毎週木曜日に、滋賀県庁の前に座り込みに毎週木曜日3時間座っております。で、その座り込み行くたんびに秘書課に行って毎週要望書を出します。で、それじゃあ返事がないから要望項目がどんどん増えていくんですけれども、ある時返事がありました。どういうことを要望してたかというと、臨時稼働再稼働容認を撤回してくださいというふうなことを言ってたんですけど、撤回してくださいなのに、
から行ったりしますとか、いいえしませんという答えではなくて、これ今後の安全性を求めていきますとか、ちょっと違うことを答えていきたいとかしました。それで、まあ、けれども私らが毎週毎週木曜日に座り込んで、前でわーわー言っているのは、知事室にも聞こえているんですね。それで、先日、先週、県庁に行って、また申し入れっていうのは、また別は木曜日ではなくって、行きました。で、その時私、職員さんたちも私らが毎週座り込みしているっていうことを、ちょっと恐れようと思ったはずの、むっそ丁寧な対応で、人数分の椅子からも、コピーした書類からの人数分にみんな上げてくれはって、っていうのそろそろやめてほしいですか？いや、結論を言ってほしいですね。報告です。状況だけじゃなくて、結論。結論、まあね、ないです、続けていかないしゃあないなという、うん、続けていきますので、皆さんも、じゃあそろそろまとめてください。終わり、終わりましたすごい貴重な、よろしくお願いします。もうあと10分なので、1人2分半くらいで発言をして、まとめて結論をお願いします。今のお話に関連して、私は振り下がってましたけれども、振り下がって先日の9月の議会に、原発、大井原発、学校再稼働を即時停止という陳情を出しました。で、地方自治体から、それをぜひ上げてほしいという要請を出しましたらば、もういつも今まで原発関係の陳情を出しても、いつも相手はもう不良職だったんですけれども、今回は私も自信があんまりなかったんですが、ともかく原子力安全保安委員会が反対、いろいろ報告を出してチェックするようにと言ってる、その関係で果たしていきたい。それから事実の夏を経て、電気がちゃんと出てないかというその数値、それから活炭素の問題、この3点を、ぐるっと述べた陳情書をいたしまして、定期委員にも定期という挨拶をしてもらって、しましたら、委員長を1人を加えて9人も総務委員会で、ここに委員がこの方法の陳情に賛成しますという結論を出してくれて、もう本当に久しぶりに了承して、で、それを今度議長一人で、議長から政府の方に、クリスマスとしては大井原発を反対しますという要請書を出してくれるということに入りました。やっぱり市民がもう一つ一つ小さいことでもやっていけば叶うという自信の一端も持ってきました。どうぞ。神奈川の方、今は藤沢市に続いて神奈川県下でも、ぜひそれ続いてやろうということで、神奈川ちょっと間に合わなかったんです。9月24日の県議会の方に全国神奈川として同種の陳情を挙げて、それに続けて全国で全自治体やろうということを今呼びかけて、17と14日に神奈川でワンデーアクションという形で、地域のワンデーアクションで取り組んでいきたいと思います。で、合わせてこれちょっとあるんですが、国土交の問題、今日もこれから文科省やるんですが、先日19日、横浜市の教育委員会の方に申し入れを行いました。郵送の仲介されてますが、横浜市が止めていた放射能不動門を再開、やりなさいと6月中に命令を出して、指示を出して、この、9月からですね、もうお母さんたちの悲鳴がもうツイッターに流れ出してるんですね。で、それをぜひ止めようということで、10月15日と予定したんですが、もう。うちのネットのメンバーたちの親からも、ぜひ遅くやろうということで、19日申し入れをし、記者会見を行いました。で、そして15日にその回答せよということで今やってるんですけど、なかなか回答はあれなんですが、要は今、文科省が、今日も交渉を持つんですけどね、上本美恵子という民主党の政務官が今いるんですが、今見直しに入っているんですね。そこに反映させろということと同時に、とにかく、子どもたちには安全って怖くないということと、もう福島、過去のことってやりながら再稼働っていくわけですから、その分野でも絶対に僕らはね、
許さないぞということで今立ち上がっております。今回は僕だけじゃなくて教員の現職教員の私が代表だったんですが、隣にいるあの福野の代表も今日代表であってもらって教育委員会に対して報道を送ります。以上です。2時から別 の, あの集会があってここから20人ほどそちらの方に出られるということですので一回締めを最後に2時前にはしたいと思います。次の集会の方行くときにあの先ほどあったように通行証を入れ替えなくちゃいけないとかいろんなことがありますので、そちらの集会の方行かれる方はよろしくお願いします。ちょっと立ち切れになったんですけど一応ここでまとめをした上でアピールのある方は短くこの後にお願いしたいと思います。今日総合同ということでワンデーアクションやりましたがこれをですね機にですね本当にだから9月10月11月今年年末までの戦いが重要です。だから大井原発ともで災害を阻止する瓦礫も止めるということをですね、まあ、他にもありますがやるととりあえずそれはですね司法も必死ですが世論は圧倒的我々です。だから今藤沢が言われたように我々が世論をですね形にするっていうことではね本当にですね全国の自治体でですねその大井原発止める再稼働阻止という決意が上がります。自民党も賛成します。局面が出るんですよね。だからそれをやってですねこの世論を形にしたい。そして金曜日行動これは全国で行われてます。これを大きくするととりあえずこれはですね11月1日に霞が関100万人で選挙するという行動もあります。それもどうするかという議論最中ですがそういうのは、全国の企業行動を徹底で広げるそして我々がやっているこういう直接行動ですねとりわけ金融資本、メガバンク、製造メーカーに対する直接行動をですね、しっかりやってですねこれを止めるという戦いをですねこのワンデーアクションを警備して我々も全力で上げたい広げたいと思います。ここのことの確認をしてですね今日簡単にまとめにしたいと思います。以上です。どうも中途半端な集会最後の方が質問になりましたけどこの秋の戦いですね、金融行動等々を含めて、全国の力を結んで各課題も結んでね原発のない社会を作りたいということでよろしくお願いします。そうしましたらこの、集会自身はここで終わらせていただきます。アピールがある方は短くということでお願いします。学習会を始めていきたいと思います。この8月末にも私初めて永田さん今日お越しくださいました岩手県からはるばるお越しくださいました、三陸の海を放射能から守る岩手の会世話にもされておりますしなお先ほど永田さんご自身からもお話がありましたように医療関係なども含めての放射能汚染されていると思われるようなものをですね、廃棄処理っていうんでしょうか、永田さんの方から後で詳しくお話していただきたいんですが、そこの関心も長くされており、元高校教員時代もですね、大変大きな校外活動や生徒さんの指導も含めて、多方面で活動されていらっしゃいます、永田文夫さんが今日岩手県からはるばる、お越しいただきました。約ですね、今から、3時5分ぐらいまで、55分、約1時間近くですが、永田文夫さんの方から、講師になっていただきまして学習をしていきたいと思います。
ではちょっとお忙しい忙しくなってしまって申し訳ございませんが、永田さんよろしくお願いいたします。私は今日途中でちょっと環境省に4時10分まで10分前まで行かなくちゃいけないものですから、途中まで司会させていただきます。実行委員の一人の高瀬と申します。よろしくお願いします。では永田さんよろしくお願いします。こんにちは。ありがてから参りました永田です。先ほどもお話しいたしましたように、ずっと六ヶ所村の再処理工場、そこから出る、垂れ流しにされる、3つの各種放射性各種が、全くの野放しで出てくるトリチウムなんていうのは海にそのまま 全量放出される、そのようなことで非常に三陸の海の汚染を心配して、仲間と一緒に取り組んできております。で今日は先ほどもご紹介にありましたように、滝沢村にラジオメディカルセンターというのがありまして、全国の医療用の放射性廃棄物、それが一箇所に集まって、そして焼却処理をされております。そのことで1981年ぐらいから、ずっとこう活動して、ついに反対運動も多くのためで、立ってしまいました。建設されて、その後は反対派の代表ということで、監視滝沢村の監視委員会の委員として、ずっとやっております。したがって、内部資料等を手に入ったり して、非常に勉強になる部分もあったりしながら、なんとかきれいな環境ということでやってまいりました。でこの瓦礫問題ですね、焼却処理の問題、非常に問題なというようなことで、昨年の6月に、お手元には1万円のもので、国の各審議員の方に、要請書を出したりしております。ただその程度で、あとは川田隆平さんを通して、質問主義書、この瓦礫に関わる、問題を 2回ほど提出させていただいております。そのようなことを中心にお話しさせていただきたいと思いますが、まず最初にその RMC というんですが、ラジオメディカルセンターについて、ちょっとだけやはり瓦礫の焼却と非常に関わりがあるかと思いますので、放射性物質の焼却処理、どんなふうになされているのか、その辺につきまして、ちょっと概要をお話しさせていただきたいと思います。これがラジオメディカルセンターで、煙突の下に焼却炉があります。左側の方に倉庫がありまして、全国各地からドラム缶に入った、廃棄物がやってまいります。検査、医療検査なんかのものもまいります。で右側がこれは焼却済みの、灰ですね。それをドラム缶に入れて保管しているわけです。でこれはちょっとまだそのままです。これはクリアランス制度というのを今ちょっと大きなことがあるかと思いますが、クリアランス制度になるとこれら全て一般ゴミ扱いになってしまって、その辺に埋めても構わないことになってしまうんですよ。それで心配しております。でこういうふうに、これ左側のグリーンのはこれ医療用の放射性廃棄物です。であと検査機関からです。黄色いのは研究用 の機関、研究機関から出る、放射性廃棄物、色分けして、これは50リットルですね。50リットルのドラム缶できます。でこのドラム缶の表面ですね、この表面の放射線量率、5マイクロシーベルト、マイアワーと、その程度なんですよ。それ以上は入らないんですよ、ここに。ところが、この 3.11 以降ですね、その辺の、岩手県南の学校ですか、そこの軒下なんか行って、一番高いところで7シーベルトなんかありました。7マイクロシーベルトですね。だからもう、かなり東北地方のここにも入ってこれないような汚染されたところがぼちぼちとは、あると、そういうふうなことになりますか。屋根の上に捨てたものが全部集まりますので、そういう高濃度になっているわけですが、であとこれ400メガベクレルとは、なんか一つのドラム缶あたり、そういうふうな総量も規定されていると、そういうふうな形でラジオメディカルセンターに参ります。
この医療用の、実はラジオメディカルセンターでは最初は医療用と、しばらくしたら研究用と、最終的には原子力廃棄物を持ち込もうと、そんなようなのがちゃんとこう出て論文に書かれてあったりしまして、本当に原子力関係者というのは非常に汚いことをするもんだなと思って、当時から30年ぐらい前から思っておりました。で、まあ、研究を止めることができたんです。実は研究を入ってから導入がありまして、2004年ですね、もう私たちが気がついた時はもうすっかり葬儀会も決まっていると、そういう中でですね、研究の入ることになりかけてたんですが、仲間と本当に1年ほど頑張って引きストップさせることに成功しました。したがって、まあ、これはまあ医療用です。最初はまあ19核種なんて言っててここまでだったんですが、これはサイクロトロンから出るやつですが、いずれご覧のようにこの半減期ですね、これは医療用はみんな短いです。まあ、長いのでも119日なんてありますが、これは今現在使われてないんですね。今ほとんど使う、ここを消したのは今使われて製造停止です。で、だから一番長いので要素125の60日、この程度で、まあ、短いのは13秒なんていうのもあって、こういうのはもう半減期の10倍で1000分の1ほとんどなくなりますので、まあそんなことですね。ところが今一番問題になっているセシウム、30年ですね、300年減らないんですよ。300年経ってようやく1000分の1になると、そのようなことで、まあ、この RNC の場合はだから良い短半減期のものばっかりと、あと私たち運動したのはトリチウムと炭素14が医療用で使われてました。これらを阻止することができたんですよ、反対運動によって。炭素14は5700年です。トリチウムは12年ですね、半減期。そういう長いのはストップさせたんですよ、搬入を。ところが今各地ですね、半減期30年の137と、2年の100あのセシウム134とが入り込んで焼却処理がされると。考えられない、私たちの運動をしてた頃と考えられないことはもう全国で何ていうか普通に起こっているということで、本当に驚くべき事態だなと思っております。まあ、そんなことで、まあとこう運ばれてから1年間は整地すると、まあ、処理しないと、そんなふうになっているんです。だから半減期が減ります、どんうんと。だから今のところの資源の汚染というのはありません。白血病になったとか、そういうようなことも全く聞いたことありませんし、まあ、最もちょっとまばらな農村地帯ですが、で、これ、まあ、グリーンのドラム缶にこんな形で入ってきてるわけですね。可燃物、難燃物、これらが焼却し、900度ぐらいで焼却処理されてます。これは、まあ、不燃物ですからあれですが、これは、まあ、ヘパフィルターで、高レベル、あ、こう、非常に効率のいい高効率 のフィルターです。これはほとんど普通の焼却場では一般焼却場ではヘパは使ってないんじゃないでしょうかね。これ使わないと、まあ、だからこのようなことでかなり厳重な、処理フィルターを使っているとこの上にウルトラフィルターみたいなのもあるみたいで、もう一つ ULPL っていうんですか、ウルトラロー、パティクルエアフィルターっていうんですか、なんかそんなふうな、もっとすごいのもあるみたいですよ。で、これが、焼却工程ですね。さっきのグリーンのドラム缶がこう流れてきまして、これが50リットルですが、これがひっくり返ってここにプラスチックの入れ物ごとこの中に入って、プロパンガスで焼却されると。そしてこう出てきた発生したガスはここで、これはセラミックフィルター、ドイツ製のセラミックフィルターを使っています。まあここで除塵するという感じですよね。セラミックです、本当に素焼きですね、そういうようなもので、高さはこんな程度で170本ほど入っておりまして、その間を通り抜けて、そしてここで冷やされてヘパフィルターに行くと、高性能のヘパフィルターに行って、そして、出ると、そんなような、こういうようなことで、まあ、
助陣しておりますが、それでもまだ覗けないものがあると私は思っているんですが、まあ当時としては一番だから私はまあ今回去年からずっとですね焼却処理なされて、この RMC にだいぶいろんな相談が来てるんじゃないかなと思ったら一切来てないみたいです。でそういう相談がで、ヘパフィルターでは 0.3 ミクロンから0.5 ミクロンを 99.97% まで除去可能と、まあ、それが実の使用みたいですが、でまあ、これ200度まで冷やさないとダメなんですね。200度ですね、冷やしてやります、まあ、あのだから一般焼却施設でもほんと冷やさないと布を傷めるんでしょうかね。そういうふうなことで、まあ、ヘパフィルターはガラス繊維を使っているみたいですが、まあ、そういうふうなこんなふうなことで、まあ、ようやくまあ動かしていると。で私たち関心が7、8人いて、まあ、関心内もいろんな問題もあります。この3人が学識経験者になってるんですが、私もそのうちの1人ということですが、2人は大学の先生で、ここの RMC 施設内の、まあ、サイクロトロンというのがあるんですよ、できたんですよ。それを使って研究論文を出したりしていたりして、おかしいんじゃないかして、まあ、論争したことありましたけど、まあ多勢に無勢ですね、ダメでしたけれども、でもまあ1人は辞めました。私両親に答えたんだが、感心しながら、そこの感謝される側の施設での利用していいのかと。そしたら、まあ、答えたんでしょうか。それで、まあ、みんなから私が総反撃かかって、やられたんですけども、まあ、でもやはり答えてる、まあ、そんなようなこともあるような状況ですが、まあ、でちょっと話があるんですが、さっき 0.3 ミクロンで、99.97%の除けると、これはまあ国立環境研ですね、田中さんという方が4月11日だから、まあ、原発事故の後の大気を調べたんですね。そしてセシウムとヨウ素、これの流形分布を調べたみたいですが、まあ、ここから異常のものですね。ここから異常、このグリーン色ですか、これはセシウム137ですので、ほとんど取れそうな感じで、だから出したんじゃないかと思う、報告書を公開したんだと思うんですが、ただ要素に関しては全然取れてないんです。これ ACF というのは何ですか、活性アクティブなんだが カーボンファイバーだから、まあ、よく要素をこう吸着するそういう吸着剤、活性炭ですね、だからそこでバッと取れてるわけです。だからもうあのこれであのなんですか、ヘパフィルターでも取れないわけです。要素は、まあ、全く通過してするわけですね。そういうことがよくわかります。まあ、ただこのセシウムもですね、こんなふうな ACF のようなものがあって、セシウムをよく捉えるものがあると出ると思いますが、まあ、そこのところちょっとこれはもうあのたまたま大気に漂ってたものを調べたらこうなったということで、やはりその辺の厳密性は欠けるんですが、まあ、一応こんなのも出たりしていると、そういうことです。で、あの、放射性廃棄物の処理処分ですね、最終処分どんなふうになっているのかというと、ちょっとちらっと言いましたがクリアランスというのと、トレンチ処分、コンクリートピット処分、余裕深度処分、日層処分です。地層処分というのはご存知のように300メートル以下に、原子使用済み燃料、あとはあのガラス固化体ですね、高レベル廃液のガラス固化体、これがまあです。クリアランスというのはこの、ご存知だと思いますが、セシウムは100ベクレル以下、1キログラム当たり100ベクレル以下だとクリアランスしていいですよ。要するにもう放射能がないと、そういう物質だとして一般ゴミと一緒にリサイクルしようが何しようが問題ないと、何しようが10マイクロシーベルトで 年被曝10マイクロシーベルト以下だから大丈夫、そういうふうにお墨付き与えたわけで、まあ、これはまあ原子炉、あの廃炉の時代を迎えて、東海大地ですか、あと普賢だとか廃炉になってますね。それでそれらをその
できるだけクリアランス、まあ、在庫を一掃して、ということで、まあ、原発の廃炉の場合、たった 2% は低レベル放射性物質、残りは全部こうクリアランスと一般ゴミと、そんなになってるわけですが、まあ、98% をもう在庫を一掃しようというのがクリアランス制度で、2005年に決まりました。でまあ、医療用も、ここ2年、3年前ですか、国会を通過しているということで、もうクリアランスがもう、法制化されてはきているんですが、でまあ、トレンチ処分は 2.7 メートルの深いところに埋めると。あとコンクリート、ただトレンチ処分というのは、これ、なるほどね、素掘り処分ですが、これは金属とかコンクリートとか、そういうあの溶けない固体です。それはトレンチしていいと。それ以外のものはコンクリートピット処分、こんなふうになると。そういうふうなことみたいです。だから、まあ、今やってるあの焼却灰なんか埋めたりしてますが、あれはコンクリートでも金属でもありませんので、トレンチ処分とはまあ見なされないと思いますが、いずれあの放射性廃棄物はこのように5つの段階で処理しようとして、まあ、現在もいるわけですが、まあ、いずれそのクリアランスというのも非常に私たち反対してきたんですが、安易なの動かしということで、ただセシウム100ベクレルというところにちょっと注目しておいてください。でこれはクリアランスですね、まあ、これがセシウム、まあ、100ベクレルのところなんですが、こういうふうな100ベクレル以下だとその辺にどのようにリサイクルしようが何しようが10マイクロシーベルト以下ですよ、ということです。年の比較がその計算もおかしな話なんですけども、で普通公衆の被ばく限度は1ミリシーベルトですので、まあ、1000マイクロシーベルトですから、そうですね、 0.1 だから、あこれはまあそうですね、1000だから 100分の1と、100分の1まではあのいいんだと、そんなような発想ですね。公衆の被ばくの100分の1までなるから、まあ、お前たち我慢しなさいと、クリアランスしても我慢しなさいというのがこういう制度ですが、まあこれ7000ミリシーベルトで以上で死亡すると急性、そんなようなことですが、でまあ、あのこういう形あのクリアランスをこう考えたりしている国の委員ですね、これ ご覧のようにですね、あの今のなんですか、原子力安全規制委員ですか、彼らとすっかり同じですよ。ここに原子力研究開発機構ですね、ここにも原子力開発機構もいますし、日本アイソトープ協会ですね、これは滝沢 RNC のこの人は私の時々会う人ですが、要するに監視委員会の時に会ったりしますが、まあ、こんなふうな、まあ、原子力村でこのいろんな大事なことを決めて、そしてクリアランスしたりしてると、民間の人は誰も入ってないと、市民の代表はそういう中で決まってるということです。それがずっと来て、その延長がやはり今度の原子力安全規制委員ですが、その人選につながっている、まあ、同じ考えだなと、何ら変わってないなと思って、いるわけです。でちょっとここで、まあ、皆さんご存知で簡単に済ませます、この外部比較と内部比較で、まあ、詳しい方がいらしておりますから、まあ、要するに外部比較ですね、レントゲンのように外部X 線を浴びると、これは、まあ、まず遮蔽すると、あと距離を取ると、あとは時間を短くすると、そうやって外部被曝を防いで、逃げるんだと、そういうふうなことですが、そういうふうなことですが、まあ、ちょっと後で、これはちょっと話が前後して申し上げませんが、3月24日です、昨年の。関東周辺の医療機関からコンピューター X 線撮影の画像に黒い点が認められていると、という報告が相次いでいると。黒い点は福島原発事故で発生した微量の放射性物質の影響を受けたものとみられると。これはなんですか、イメージングプレートというのが昔のレントゲン写真と同じような形で
感度がすごくいいんで、1000倍ぐらい、そういうふうなもので、各医療機関もね、その進んだやつにポチポチ黒いものがついて、現れて、もう使い物にならないと。ただこれはリセットしてまた使えるみたいですが、こういうことが起こったわけです。ということは、微粒子の放射線が飛んできたんですね、放射能が。それがそういうことです。でこれが、まあ、イメージングプレートですね。これは飯舘村なんですが、同じくイメージングプレートで、これ、切り滝の死骸だそうですが、そういう1ヶ月置いておくと、こんなふうにポンポン、ポチポチが出てくると。ここでは微粒子がこう出てきて、分かると。だからこれを使うと、焼却場の周辺に、こういうイメージングプレートを置いておいて、そして、一月後ぐらいにこう見るとかなりぼちぼち近くほど汚れてるとかなんか見れるんじゃないかなって、この前富山の方ともお話ししたんですが、まあ植物についてもこうで、だからまあ本当に飯舘村あたりにこう行って、その辺の野山を歩くとぼちぼちついてしまうんだなっていうことが、これで目に見える形になって初めて理解できたなという感じがしております。これがチェルノブイリ事故でですね、これも皆さんご存知で、甲状腺がんですね、子どもの甲状腺がん、これは唯一、これだけが国際機関が因果関係を認めていると、それだけです。これ以外のいろんな乳がんだとか白血病とか一切も認めてないんですが、それはこんなふうなことで、4年後から急増したんですね。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、福島の子供さんから一人ですね、甲状腺がんが見つかったと、3万人か4万人ぐらいの一人見つかったみたいで、ところがあれが100万人に1人の病気らしいんですよ。だから3万人に1人ったら少ないような感じしますけど、決して少なくない、今これ1年目ですから、4年目は非常に怖い時ですね。だからもう今から対策立てなければならないというようなことだと思います。でこれを認めたのは10年後ですよ。この因果関係を認めたのはここまでは全然認めてなかったんですね、ちょっとそんなことで、これは内部被曝、要するに体の中に入って、その物によって濃縮すると、それが一番怖い。外部被曝と違ってですね、一回体の中に入ったら遮蔽しようもないし、逃げようもないし、距離を置きようもないわけで、そことかが深刻ということです。臓器に濃縮すると。で、特に心配なのは、甲状腺だとか、セシウム生殖腺で線がついているので、これはまあホルモンだとか脱走もですので、これらやられるに対して、非常にチェルノブイリ周辺、ウクライナの子どもたちなんかが、健康が、もう健康の子どもほとんどいなくなっていると、そんなようなことが報告、この前なされましたけど、こういうことじゃないかなと思っております。で、要素の被曝量によって、予防は非常に良くないと、そんなことが、おっしゃってましたが。それでもう一つは、小さい子供さん。これも、細胞分裂が盛んですから、1個の卵子、精子合併して、これから60兆個まで増えるんです。DNA が全部入って、その分裂最中に放射線が来ると非常に弱いと。そういうことで子どもが非常に影響を受けやすい、ということがあります。ちょっと、これは小出さん の資料からいただいたんですが、ちっちゃい子ほど影響は大きいと、これもご存知だと思いますが、そういうことで、今言ったことですが、上が外部被曝、下が内部被曝です。外部被曝は避けようと思いますかけれる、内部になってしまうともう逃げようがないと、一緒にくっついて回ってきますから。そして局所あんまり外部被曝では問題にならなかったアルファベータ線がもう効いてくると、そこが、深刻なわけです。これはもうほとんどあんまり飛びませんから、アルファベータですね。これ体の中に入るともうこれが周辺の DNA をやっつけたりするわけですね。この周辺細胞も何か影響が出てきたりする。これ山崎先生という方の資料にあったものですが、あと低線量でも、低線量だからいいというわけじゃなくて、低線量でも
フリーラジカルなどができて、この細胞膜がやられるとそこに直接、放射線が飛び込んできて、損傷を大きくするペトカウ効果なんていうのがでも、あります。で、まあ、そんなようなことも、これ疫学的ですね、疫学調査で2005年の6月にアメリカの科学アカデミーでこういうようなことを、数十万人の原発労働者だとか医療関係者とか長崎、広島、長崎のデータをもとに、疫学調査したらもう低線量でも、ね、被爆すると、まあ、発がんすると、こういうふうに結論付けていたんですね。だから変わるかなと思ったんですけども、全く無視されて、来てしまいました。そしてこの実際の事故ですし、ここには100ミリシーベルトですね、100人に1人の割合でがんを発症する危険があると、こういうふうにあるわけです。これはまあ大人ですから子供はもっと増えるはずです。10ミリシーベルトだと1000人に1人ですね。20ミリだと1000人に2人ですか。20ミリシーベルトまで学校でですね、いいんだというようなことで文部科学省で出しましたり、ね、しましたけれども、非常にリスクが大きいと思います。で、まあ、これはドイツの原発周辺で、5キロ以内は小児白血病が増加していると、これドイツの公式なレポートです。それに対してアメリカは調査を開始しました。まだ結論出てませんが、日本では全くそういうことをやろうともしませんが、全くこれを否定してかかったりしておりましたね。でちょっとここからは岩手県だとか東北のちょっと汚染につきましてごく簡単に、触れさせていただきます。でこれは私関心をしている滝沢村ラジオメディカルセンターに専門のところに放射中間線量をずっとこう連続して測定してるんですよ、創業以来。そこのデータです。3月10日から去年の3月10日から、3月31日までのデータですが、そうするとこれ高度の地震が大地震が来て停電してですね、これ止まって、ここからまた復帰したんですが、復帰した途端にも放射線量が上がったんですね。3月13日に上がったんです。12日の爆発後、女川原発の方を通ってきたんですね。女川も高かったから、女川ルートです。上がって、そして下がって、これここまで下がらなかったんですが、これはなんか粉塵みたいなものをこう落ちて、この日、雨が降ってませんでした。これは私たちのホームページでも載っけてありますので、撮れますが、雨が降ってないのにここで止まって、こうなってるんですね。そしてもう一回3月21日にまたドンと上がって、これはこんなふうな、これは雨が降ってたんですね。だから周辺全体が汚染された、それでこんなふうになって、でその時ちゃんと、県のセンターでもこの日にうんと要素とかセシウムが降下しているのを記録しております。記録は10この辺から記録始まったんで、この前は分からない、そんな状況です。でこの赤いのは、これは新宿ですね。東京のやつをちょっと撮ったんですが、新宿では3月15日にここまで上がってますね。で、ちゃんとここまで下がりましたね。ここは長いんですよね。だから、これは完成沈着なんで言って、天気が良かったからね、こうやって上がってすぐ下がって、こう来たんだけど、ここからまた上がったんですね。新宿で。3月21日。そんなことが、もうちょっとギザギザがあるんですけども、何回かこう来たりして下がってきて、そんなようなことで、雨によってガバッとこう落とされるのが分かります。で、結果的にこんなふうに、ただこれも非常にラフな雑な、10キロベクレル、1万ベクレル毎平方メートル以下は非常にもうちょっといろんなスポットがあるはずなんですけども、大雑把なことですね。で、この辺の、海岸沿いですね、福島、宮城、岩手の瓦礫と津波瓦礫と一緒に放射性物質が付着して、今各地で、広域処理ということで問題が起きてきているわけです。
滝沢の RMC というのはここですので、そこで、ちょっと来てたということなんですね。で、岩手県をちょっと拡大しますと、こんなふうな状況で、これは地表面の空間占領率で9月9日現在ということですが、ちょっとやっぱりホットスポットができております。県南の人たちは非常に心配して、私たちもいろいろ行ってお話ししたりしておりますが、今山田町って瓦礫が非常に揉め合っている。ここの瓦礫ですね、これが富山に、静岡に持ってこようとしているわけです。そんなことで、それが、これが、瓦礫の発生量ですね、岩手県、宮城県、福島県 で宮城県が非常に多いんです。 68.3% 石巻市がもう断トツに瓦礫量が多いということが言えます。でこのうち広域処理は約2割400、福島は別だそうですが、宮城、岩手の400万トンですね、これが広域処理される、そんなことで、物議を醸しているということです。でこれは産経新聞ですが、瓦礫処理の単価、これもご存知だと思うんですが、阪神淡路の時は1トン当たり2万2000円だったそうです。岩手県が6万3000円なので3倍も多いですね。おかしいですよね。宮城県が5万円と、こんなふうな瓦礫処理単価と、でこれかける400万トンですからすごい額になるんじゃないですか。1トン当たり5万円だとしてですね、400万だから、すごい。ちょっとなるとの時計算していただければ、超までいかないでしょうか。いずれだからこれにこんなおかしなことが曲がり通ってると。で地元のですね、この市長さんたち、自治体 の長の方は、このまま置いておいてもらえばいいんだと、そんなふうに言ったりしてるんですよ。資料の、この15ページご覧いただければ、さまざまな意見中、下の方に枠を囲んだところがありますが、岩手県の岩泉の町長さんですね、これは宮古市の隣下にあるんですが、無理して早く片付けなくて、なぜいけないんだと、いけないんだろうかと、山にしておいて10年、20年かけて片付けた方が、地元にお金が落ちて、雇用も発生すると、もともと使っていない土地がいっぱいあると。なぜ税金を天井に使って全国に運び出す必要があるのか、こんなふうに書いてあります。あと陸前高田の、市長も下から4行目ですが、市内に瓦礫のプラントを作れば自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理できることと考え、そのことを県に相談したらもう全払いにされたと、ということで全然地元の意見を聞いてないということがよくわかります。もう本当に上から来たんだなということは、環境省でしょうかね、そちらの方だとか、いずれこの利権絡みとしか思えない、じゃあそんなふうに考えております。これは陸前高田市の廃棄物の可燃物の、ベクレル数ですね、104、宮古市は69、クリアランスよりちょっと南の方がちょっと高い、北の方が少し低いと、そんなことまで分かりますが、この程度ですが、で、いろんなですね、そのクリアランスのところがいろいろありますが、
8000ベクレルなんてですね、8000ベクレル以下のものを焼却して、でも大丈夫だと、この周辺は の人々は1ミリシーベルト以下だと、そのような計算ですね、それはこんなふうな形でやってるということで、極めて何とでもなるんだということです。もうちょっとした過程を変えるだけで、ああいうふうな何ミリシーベルト被曝だとか何マイクロシーベルト被曝なんていうのは全く当てにならない、原子力機関でよくやるんですけど、なのごまかしだと思いますね。でこれは宮古の清掃センターの焼却灰ですね。133だとか151ベクレル、です。で、まあ、これ東京の方ですね。東京の方に持ってて焼却してもらったりして、まあ、東京は12920なんていう大変な高い焼却灰が出たりしておりますが、まあ、その受け入れの地域による問題もありますが、まあ後でお話ししますけども、いずれ焼却灰からですね、雨が水が入ったりするとそこから溶け出すということがね、分かりましたので、それは非常に深刻だったと思います。それは後でまた、まあ、こんなことでいずれ8000ベクレル以上は管理型処分場で今そこに仮置きしたり、まあ、埋め立てしたりそういうことはすると、それ以下は埋め立てしていいんだと、こんなようなことになっておりますけれども、非常に問題だらけにあります。また瓦礫の受け入れ基準というのは自治体によって異なっているみたいで、関西は2000だとか、まあ、国は240から480、北海道は100ベクレル以下、まさにクリアランスですね。そんなことでまちまち、そんなまちまちでいいのかと思うんですが、まあ10万ベクレル以上は特別なその遮蔽型の、施設内で保管すると、そういうふうになっております。でこれはまあ管理型の最終処分場で、まあ、ここにはまあ8000ベクレル以上の10万ベクレル以下のものは埋めてもいいと。それでここで今後でちょっとお話ししますが、伊勢崎市ですか、そこで埋めたそうですが、約焼却灰2000ベクレルぐらいです。そうしたところ、この浸出水ですね、ここの浸出水です、これがセシウムの放流基準ですね、それの 2倍ちょっと出てると。あとでその資料出どころをお知らせいたしますが、でここではちゃんと一応ここに処理装置があるはずなんですね、排水処理の。その排水処理でも取れないんですね、セシウムは。それもちゃんと書いてあります。だから、雨水が浸透したりするともうダメなんですね、出始めると、そういうことなんです。空のことばっかり心配してましたけど、何のことない、この沢水だと、この放流水も非常に問題が大きいところでない、そちらの基準よりも多いんですから大変なものです。基準値はセシウムは134が60ベクレル毎キログラム、139が90ベクレルと、こんなふうな排水基準になってるんですよ。それをいろいろオーバーしてるんですよね、考えられないんですが、まあとでそのもう一度、あれしますが、まあ、いずれこういう管理型最終処分場で、そういうことがもう起き始めている。伊勢崎は汚染瓦礫を受け入れているわけではなくて、まあ、自治体のですね、廃棄物を焼却しているんですが、これはまあ10万ベクレル以上はこういうふうな非常にぎじっとしたその35センチ以上のコンクリートをその中に入れて、屋根もかけて、覆いにかけて、そしてこれまあ300年から400年になるかと思いますが、貯蔵すると、そういうことになります。
で汚染瓦礫焼却の問題点としまして、先ほども言いましたが、まあ、お手元の資料 の、 あの12ページのところから、まあ、あの結局さっき言いましたようにですね、地域に即した多様な処理方式を検討されていない、また地域住民、まあ、自治体の、から意見を聞いていない、そういったことが、まあ、これは実はあの川田隆平さんに、質問指示書をその4月に取っていただいたものです、それをもとにまとめたのです、ね、国の回答ですので、これもホームページに載っておりますので詳しくご覧いただければいいかと思いますが、まあ、あの括弧1がそういうことで、括弧には災害廃棄物安全評価検討会、ここで焼却処理を決めたんですが、そこにはこういう放射性物質の専門家というかそういうのはいないと言いますかですね、そういうふうな中で決まってきているということで、どういう人たちを選んだんだというようなことですが、答えになっておりませんでした。あと、いろんな曖昧な表現が、曖昧な計算根拠で表現が多い、十分な能力を有する排ガス処理装置が設置されている施設で焼却処理が行われていれば安全だと、十分な能力の違いはどういうことなんだと、きちっと具体的に、説明するべきです。で、そこに、あと、まあ、作業員ですね、埋め立て作業に8000ベクレル以下であれば埋め立て作業者は年間1ミリシーベルト下回ると、周辺ですね、の人たちも居住する者の被爆線量は年間1ミリシーベルトを下回ると。ところがですね、これ居住する人が1ミリシーベルトってことは、クリアランスの場合は10ミリシーベルトなんですよね。あ、間違えた、10マイクロシーベルトです。だからクリアランスされる近くに住んでる人は10です、10マイクロ。ところがこの焼却処理場は1000マイクロシーベルトなんです。100倍違うんですよ。焼却処理場の人はそれだけリスクを負いなさいということを言ってるんですよ。これはそれを強要していると、非常にけしからないと思うんですね。で、6カ所ぐらい再処理工場ですらですね、敷地境界は22マイクロシーベルトなんですよ。そういうことで、まあ、許可されているんですが、6カ所どころでないですね、もう1000マイクロシーベルトを、まあ、強要していると、そういうことが行われてびっくりするんですが、まあ、1ミリシーベルトというのは公衆の年摂取限度ということではあるんですが、まあ、できるだけ被曝は少ないとしたことはありませんので、ですがこういうことをもう平然と書かれてあると。あと括弧4はもうこれも前いつも言ってるんですが、焼却の実証をしてですね、それなしに要するにこれだけバグフィルターで取れると、電気主人機でこれだけ取れるというか、そういうふうなことをきちっとした本当の科学的根拠なしで進められていると。でここでは99.97% 除去できるとこういうふうに言ってるんですが、その根拠を聞いたんですね。それはどういう根拠なんだと、そしたら12ページの下の方にありますが、荒川クリーンセンターにおいて、燃焼ガスの排ガスとそのフィルターの跡ですね、それを調べたら13ページになりますが、5行目のところですね、224ベクレル、およびその電源値の方は 0.185 ベクレルという結果を得たと、したがって割れば 99.92% だと、というふうに答えているんです。ところがこのエンドマスはですね、これ使用最初 の稼働を始めた時と稼働後ですね、中継一番よく効率よく取れている場合と時間的に変化するわけです。
フィルターも使い始めだと割と目が荒いですから通過します。そういうふうなこと一切なく、ただある時一番いい時の状況を使って 99.92%、 これは非常にごまかしだと思います。科学性がありません、本当に入ったセシウムの量、フィルターで取れた量、出た量と、こういうのをきちっとその総量で比較してこういうことを言うなら分かるんですが、全くそういうふうなことがないと。でこのそういうふうなことで あります。非常にまあいい加減だと思います。で、そうですね、それで、あとその真ん中辺になりますけども、濃度限度っていうのがあります。大気中の事故由来放射性物質についての濃度限度、セシウム134は20ベクレル毎立方メートル、137は30ベクレル毎立方メートル、これを大幅に下回ってるから大丈夫だとは書いてるんですよ。ところがですね、この20ベクレルだとか30ベクレルというのは、これはそこの場所にそのまま生活していると年に1ミリシーベルトを被曝するという数値なんですね。だからもうということは本当はもうありえないと言いますか、原子力施設周辺のことを本当に言う、特別なことであって、普通はこれの100分の1ぐらいの値を使うんですよ。滝沢の RMC もそうです。国の基準の100分の1、10分の1を使っております。でもう本当に人々を、周辺住民をですね、被爆することを前提にしてやると、ね、こういう測定なんていうのは風上で調べたらもう全然出ませんよね、敷地周辺といっても。だから本当測定によって何度でも変わると、こういうふうな部分もあるんです。でこれ7日に1回と、そして3ヶ月の平均値と、そんなようなことで非常に非現実的なんですね。こういういかにも調べてるからいいと思ったら大間違いで、何とでもなるこれも数値なんですね。3ヶ月もう原子力期間はほとんど平均化するんですね。そして実際高い数値出ても割ればずっと少なくなります。そして基準クリアしていると、こういうふうなことをずっと繰り返しております。過去はアスベストの焼却が認められているということです。過去6はこの炉の形式によってですね、いろんな状況が違うんじゃないかと、そういうふうなことですが、電気主人機はそこにありますように除去率が 96.6% とここに書いてます。ということは 3.4% は環境に出ているということですね。電気主人機だけだと非常に、須賀川市だとか伊達市、そこではそんなことが起こっているわけで、これはとても許容できない微粒子が出ていってしまっていると、そういうことだと思います。その他ですね、焼却炉の形式だとかフィルター、電気主人機などによってどう違うんだと、データを出し、実証試験があれば教えてほしいと、そしたら、そういう報告書は承知していないと、そんなようなことで本当にもうけしからないなと思いました。それが公式回答です。で、時間もちょっとなくなってしまいもうちょっとで、14ページにクリアランスとの精度との整合性です。100ベクレル以下とクリアランスで決めておりますが、このゴミ焼却8000ベクレル以下は無駄くていいというようなことでちょっとびっくりしてしまいます。過去8位が法整備ですね。いろんな法整備がもう全く不十分です。環境基本法の13条には、放射性物質による汚染防止の措置ですね、それ原子力関連法で決めるとなってるんですけど、全くやってないんです。これはもう40年以上もうおざなりになってきております。その結果は全く不整備で、人々を守る放射能から守る基準が作られてこなかったということが、一つ一つの質問で明らかになっております。そこで挙げましたように、
受け入れ可能の廃棄物の基準だとか、廃棄等における放射性物質の基準、その他などなど、清掃従事者を守るための基準ですね、そういうものだとか、もう清掃事業所によってはもう原子力施設と同じく管理区域をつけないとダメなところはあります。そしたら そこではもう絶えずフィルムバッジをつけたりして、それ出入りをもう非常にきちっと厳重になると、そういったことを行わないとダメなんですが、多分福島あたりでは全くなされてないんじゃないでしょうかね。あとは、各施設の部屋ごとによる管理基準だとか、お出の再利用だとか、そういうふうな基準、あとは従業員を守る、従事者を守るための教育だとか知識の、問題、あとは埋め立て地ですね、そこを表示して、これちょっと間違えました、約100年でなくて数百年ですね、まあ300年から400年です、300年ぐらいですね、渡って後世に伝えると、そこには埋め立てしたものがあるんだと、ということを表示していかなければならないと、それが非常に曖昧になっております。これについては今後そのあり方を検討してまいりたいと、そんなことで非常に無責任だと思います。これが国立環境、国立環境研究所の遠藤和人さんという人がパワーポイント資料として出ております。これぜひご覧いただきたいと思います。これ11月だそうです。11月の3日に出しておりますが、これによると、その伊勢崎市の清掃リサイクルセンターですね、焼却灰を1810ベクレルのものを埋めたそうです。そうしたところ、それから何とかしたかだと思いますが、浸出水放流水には濃度限度の2倍以上、まあ、2.04 倍、セシウム130が69、60が基準値です。濃度限度といいますけども、137が80、これはまあ90ベクレルが濃度限度です。で足せば 2.4 倍です。足してやりますので、でそしてこれ従来のですね、処分場にある水処理ではセシウムは除けませんとはっきり書いてるんですよ。でそのデータも出ておりますので、だから結局はその大気じゃなくて、大気もそうですが、大気に出さないで済んだものが、大雨だとか水浸しになったりしたこうですね、流れ出していくだけです。結局全くそのセシウムをこう、まあ、補足できないと、それがもうこれで明らか でだからこの人はゼオライトだとかそういうものを入れてやらなければいけないとここ書いてありますが、そういう施設を作らなければこれやっちゃいけないんですね。雨水が通過するような、大雨が降ったら水浸しになるような、そういうやり方ではもうセシウムは保存しちゃいけないと、そういうことですので、これはまあぜひいろんな、議会だとかで使っていただいて、やっぱりここはきちんとさせないとダメだと、まあ、岩手県でもやらないといけないなと思っておりますが、本当にこういうようなことをただ安易に焼却して、それを埋めればこんなことで、結局またもう私たちの生活、自然界に跳ね返ってくるということがですので、ネットで出てるですね、確か私もネットで撮ったんですから、ぜひ、メモして撮っていただければと思います。
中国が非常に変な情報公開ですかね、大事なことが報道されてない、そういうことだと思います。まあ、この以上で、まあ、まあ、最後になりますけれども、まあ、全然科学的実証がないままに焼却が実施されている、こういう処理に関わる法律、こういうもの、まあ、汚染がれき運搬の処理だとか、そういう法律自体も曖昧なままに、運ばれている。あの安倍首相の場合、ドラム缶に入れてね、厳重に持ってきて、そしてやってるんですね。そういうようなことをしてるんですけど、全くそうじゃないと思います。まあ、で発生自治体の意向を聞かないと、利権絡みと考えられる。まあ、周辺住民が守られてない、瓦礫焼却は1000マイクロシーベルトまでに、焼却してる間は1000です。それ終わったら自由にしますよと、そんな変なですね、ことで、まあ、しておりますが、最終量は22、クリアランスは10なんですよ。クリアランス並みにしないと絶対もう認められないと思うんですが、本当に、あと清掃自営自社が非常に守られてないんじゃないかと思います。あとさっき最後になりました、焼却台から放射性セシウムの放出、水まで汚染されると。それを確保しなければいけない、非常に有意識事態だと思います。まあ、ちょっと時間になりましたので、以上で、問題提起とさせていただきます。どうもありがとうございました。どうも、12、3分ですかね。今田さんに、ご質問のある方いらっしゃるでしょうか。質問がありますか、どうぞ。どうもありがとうございました。いろいろ勉強になりました。でちょっと先ほどですね、滝沢研究所の方ですね、でセラミックスフィルター、ペーパーフィルターを使った時のということでご説明された件なんですけども、焼却施設の容量ですね、どういう焼却施設を使っているのかなと。でなぜこういうことを聞くかというと、多分かなり小さいんじゃないかと。そうですね。どのぐらいの大きさですか。大きさは直径が2メートルぐらい、まあ外から見たら焼却容量みたいな。それちょっとですね。はい。というのはですね、はい、じゃあそれまた、そうです、あまり大きなもんじゃないです、ね。はい、教えて。まあ、ここからこのぐらいの程度の外側から見たらですね、はい、中にレンガも組まれていると思いますから、中はかなり狭いと思いますが、あまり量は多くないです。要するにですね、はい、普通の今回今問題になったのは市町村の焼却施設の場合はですね、はい、例えば日量、まあ、100トンというか300トンだとか、そうすると排ガスの容量自体がですね、そうですね、時間あたりで、何十万リューベルみたいな、そういうものを、セラミックスペーパーフィルターでもしやっていくっていうふうにしたときに膨大な何か必要じゃないか、ね、だから、多分ですね、1時間ほどはどのぐらいにするんですか。だからそういう、だからさっきの例をそのままそこでこのぐらいのパーセント取れたっていうことをそのまま今回の問題で参考にするっていうことはちょっと無理じゃないかなって。そうですね、まあ、とりあえずそこだけです。はい、確かにおっしゃる通りで処理量は全く少ないと思います。ゆっくり50リットルのドラム缶が私監視で行ったりしたら止まってるようなことがほとんど多くて、燃えてても本当にゆっくり燃えてる感じで、まあ医療用から発生する量は今減ってきてるんですね。だから本当に全国の焼却場と比べもなんないと、まあ、その分焼却場に放射能がたくさん焼却灰の中にですね、総量は非常に多くなってると思いますので、まあ、そういう点では確かにそこをご注意していただかなければ、はい、一概に比べられないと思います。はい、どうもありがとうございます。アルナと申します。ありがとうございます。一つ汚染の問題でお伺いしたいんですけども、
東京に来ている瓦礫は、小名川町の瓦礫ということでよく問題にされることですけど、汚染の度合いっていうのがどのレベルかと。で、岩手の汚染も石巻小名川ルートっていうそういう形で何ていうんですか、放射能の汚染が、進んだんじゃないかと思うんですけども、東京都の職員やですね、その瓦礫の焼却を進めている側の人たちは、まあ、東京も当然汚染地域で、汚染の高いところもあるんですが、その辺の具体的な中身っていうのは、もし石巻、小名川あたりのですね、汚染ということで、ご存じでしたら教えていただきたいと思いまして質問しました。焼却灰のデータがありまして、各地のですね、それである程度各県のものですが、それで分かるかと思うんですが、持ってきたと思ったんですけど、焼却灰で比較するとちょっといいのかなと思うんですが、宮城県ですね、塩釜市のデータがありますが、1317非売ですね、ペックレルになっております。ちょっと石巻市ですね、石巻は被害が994、あとは石巻にもう一つあります、音楽クリーンセンターは616ですね、被害、被害 B というのがあって、それは311です。気仙沼市の気仙沼市クリーンヒルセンターで、これ4月27日の被害ですが2078、ちょっと高いです。南三陸町で、324と、なんか場所によってちょっと違いますけど、ある程度まあ目安になるかと思うんですが、もしあれたらコピーでもしてお願いしますが、ご質問のある方いらっしゃるんなんですけども、さっき、まあ宮城県と岩手県で、はい、貿易化予定しているのが400万トンということで、まあ、当初、今日お話になったような感じで進められてきたんですけども、はい、一番最新の情報ではですね、要するに宮城県の、広域化をやろうとしているもう相手先の自治体は東京都と北九州だけに絞られまして、合計的には12万トンですね、東京 6.1 万トンと、あと、北九州はとりあえずは今2万3000トンで、さらに今4万トンということで、12万トンというふうに、だから宮城県の広域、一応その広域活動、ちょっとややこしいところがあるんですけども、とりあえず市町村に委託していこうというのは、もうそこまで減りました。で、岩手県については、工程表というのが、今年、8月の7日に発表されまして、でそれ、ずっと振り分けている量がですね、5月に、示した、量から言うと、さらに6分の1に減りまして、全体が6分の1にして15万2千トンに減っています。だから、両方合わせたって、30万弱でですね、当初、まあ、400万トン広域化するって言ってたのが、まあ、全国の反対運動とこれずっと引き延ばされてですね、もうあと一押しすれば、はい、全部生きの根が止まるところまで来てるんじゃないですか。はい、ありがとうございます。
あと一人ぐらいインターネットのですね、日々雑感というサイトにですね、鹿島建設がその石巻のがれきを一括して引き受けた。でそれはその約束した量がなんか100万トンだとか超えてるようなものすごく大きな量で受注してるんですけど、1400億で。ところがその後、今お話があったようにどんどんとがれきの量が減っているのに、その約束した金額を下げないんですよね。だからトンあたりのですね、その処理代金というのが量が減るにつれてどん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 高くなっていってると。でしかもですね、鹿島が一括してその石巻のがれきを処理すると言っているのにですね、その同じがれきをですね、今度は北九州へ持っていくと、それ二重取りじゃないかっていう、そういう話がですね、日々雑感のホームページに出ておりますが、その関連でご存知のことがあれば、もしご存じなければご覧になってみてください。はい、ちょっとわからないです。それはですね、もう現状ではですね、鹿島建設への受注量自体をもう一回、見直しするということで、今宮城県の9月の県議会に提案されています。で提案されている内容は、今まで、おっしゃったように685万トンだったのが310万トンに減りました。約 55% 減って 45% になりました。それで総額的にも1923億円だったのが、440億円減らしますみたいな、そういう提案になっています。したがって、もう宮城県の広域化はほとんど、主にはですね、石巻ブロック、その石巻ブロックは鹿島 JV に、預けられて委託されていたんですけれども、もうそういう状況だから、北九州になぜ持っていくのか、あるいは東京都も含めてですね、なぜ継続するのかということが今問題になっています。どうもありがとうございました。他にご質問ある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日その時間ですので、勉強会としましてはここで終わりにしたいと思いますが、ではどうも長い間ありがとうございました。もう一度お願いします。